はい、皆さんこんばんは、ワドです。音聞こえますか？これくらいかな、音。2017年11月の26日、18時53分です。よろしくお願いします。音楽あった方がいいかな？あれですよね。BGM 結構。いいよね。BGM 入れよ。なんていうかね、癒し効果があるっていう。そう。ループでずっと使えるからね。そう。声聞こえる？みんな。アイテムを投げない効果がある。そうなんだよね。最近どうなんですか？いや、全然ダメだよ、これ。20万超えてます？20万超えてるとか、微妙。だからまあ、お前と同じくらいだよ。食えてない。財閥の力を借りてるんですか？財閥、だから俺、のんちゃんから金なんか借りたこと一回もねえって。マジですか？でも結構カツカツでやってる感じ。そうだよ。で、のんちゃんの飯代も俺全部出してんだよ。マジですか？それはのりこさんどうなんですか？いや、出せよって感じだよ。ですよね。だってコースもらってるんでしょ、毎月。ご飯ね、作る。ふざけんなよ、もう。貯金もできねえよ。ご飯。あ、ありがとう、のんちゃん。ありがとうございます。のんちゃんご飯、天ぷら、おー、いいっすね。舞これ、茸舞茸とナとス、ナスだ。一個ずつ。ありがとうございます。いいっすね。ごまとうわ、レ懐ンズ。かしい。何が？ニンニさんでしょ。え？ニンニさんでしょ、これ。あ、本当だ、ニンニだ。おー、久しぶりじゃん。正和道月さんよ。も懐かしい。久しぶり。いや、ニンニあんまコメント打たないね。でも一まあ、ちょいちょい打つけど、多分お前は2年ぶり、3年ぶりとかでしょ。そうっすね。ありがとうございます。一種の一種の。ね、ごまだれとめんつゆどっちがいいの？どっちがうまいんですか？俺はごま。じゃあ俺もごまで。ごま。ごまする。ちょっと一本タバコ吸わせてください。マジか。ニンニ久しぶりだよね。超懐かしいっす。ご無沙汰してますよ。ポチエムとかだってふわっちやってるでしょ。あ、やってますよね、ポチエムはい。ね。どっかの放送で一緒見たよ、だって。あれ、本当っすか？のんちゃん、これ一本じゃ足んねえわ。はーい。タバコ吸ってから食うか。あ、すいません、ごめんなさい。ちょっといいですか？声は聞こえてる？声聞こえてたら手を挙げて。ネギ入れる？ネギ？ネギ入れ、え、俺はいらないけど、いる？じゃあ、いただきます。じゃあ、ガッて入れちゃっていいよ。これに？あ、いいよ。後でやろう。あと。聞こえてる？ OK。マウスか。マウス。れ、テロップって流れないのか。はい、ワタツ。何ヶ月ぶりでしょ、会うの。だから、一番最後に会ったのが9月のケツか10月の頭じゃないかな。9月のケツ？9月のケツから。何やったっけ？そのとん？その時俺と石の会って会う時。その時はだからスタバ行ったんですよ。ダンボールさんが来てスカートを渡して。あれ、なんで会ってたんだっけ？なんで俺と一緒にいたんだっけ？なんか多分普通に会いますかみたいな、そんななんか感じになったんじゃないかな。特になんか何もあれだけど。それで今からどれ産地に行こうとかっつって車出したんだけど。ああ、思い出した思い出した。あれが最後だ。そう、どれさんが来ないでくれっつって。そうだ。じゃあスタバ行くべっつってスタバ行っそうだ。て、でその時なんか俺が酔っ払って勝手に和道さんのタバコ吸い始めて、でめっちゃ気持ち悪くなって帰り吐きましたね。2ヶ月ぶりだ。2ヶ月ぶりぐらいですね。っていうかさ、俺1個気になることあんだけど言ってもいい？何でしょう。髪の毛切ったよね。いや、だから吸いただけ。いや、そうじゃなくて、すいただけが意味が分かんなくて、お前は、いや、俺、ヒッピーっすから、もう一生髪の毛切らないっすわ、ワドさん。一生切らないっすわ。
もう頭きてるんで髪の毛も一切もう頭きてるんではいってねえわ、ガンガンいきますわ、もう切らないっす。何すいただけって何。いやちょっとすごい重たかったから。はぁ、でなんかちょっともうなんか70年代の人みたいになっちゃったんで、昭和のフォークシンガーみたいになっちゃって、まあ今でもなってるんですけど、ちょっと重たかったんで水分軽くしたっていう。こういうやつだから、みんなこういうやつだから、本当にもう二度と髪の毛を一生切らないとか抜かすなよ、本当に。もう言わないです。本当、あとタバコも一生吸わねえっすわ、わざさんタバコ。あ、ダメっすわ、マジ。タバコ吸ってるのとか、もう僕はやめましたから。もうやめて結構出しますよ。はっきり吸ってんじゃねえかよ。うん。一生まあまあ顔整ってるよね。あれじゃん、アツシとかと一緒で。あれだわ、なんかちょっと怖いわ、そのアングル。いや、だからお化けって言われてんの。お化けが映ってるって言われてんの。うん。いいんだよ、いいんだよ。いや、変わらないね、一生。西野はね、こっから下がかっこいいんだよ。だから唇お化けタイプなんだよね。うん、俺、西野の顔結構かっこいいと思うよ。うん。まあ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 、まあまあ。で、ほら、今回の事件、俺もさ、10分ぐらいのコメントでのやりとりだったから、知らねえわけじゃん。西野と、その何があったのかとかを。で、さっき600人閲覧集まったの、今回の件で。だから、西野からちょっと説明を受けて、まあ、近況報告も含め飯を食いながら、はい、そのどんなことがあったのか、そのリアルなやつを、はい、うん、一生まあまあかっこいいと思うよ、うん、まあ場所してますけど、あ、ただまあ顔はそこそこ整ってるけど、こいつはおにぎりを盗むような男だからね。腹が減ってね、仕事もしたくねえとね、でおにぎりを盗むようなやつだっていうことは忘れたらダメだよ、みんな。すげえおにぎりだけに限定するっすよね。いや、で、まあ、場所してますけど、僕今新宿で路上生活を送ってて、はいはい、で声小さいかな、小さいっすか、ちょっと待って、新宿で、あ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 、いいよ。路上生活を送ってて、だから俺が浅井さんの家を追い出されたのが9月の4日だったのかな、確か。はいはいはい、9月の4日で、俺9月の4日に追い出されて、そっからちょこっと路上生活を送ってたんだよな、多分1ヶ月ぐらいだったのかな、わかんないけど、うん、でその間にまあその界隈でやってる人からもうその時に聞いてたんですよ。ちょっと待って、その界隈でやってる人からはリスナーさんに伝わんないでしょ。ああ、その界隈で寝てる人、生活してる人、ああっていう意味で、そう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 、だから、うん、その時にもうこの前、うん、ガキどもに水鉄砲をぶっかけられたっていう話は聞いてて、なるほど、出戻りしてホームレス生活してたらもう変なのがいると、そうそうそう、はあはあはあ、っていう話をその方から聞いてたんですよ、うん、で、ああそうなんだって、そんなことあったんすねとかっていうことを言ってて、ああ、でまたでそっからちょっと外生活してて、うん、でそっからなんかネカフェとかを転々とするようになって、はいはい、金が続かねえっつって、また最近戻ってきて僕が、うん、ああニンニさんありがとうございます。で、だからこの前のだから19日ですね、19日1週間前、1週間前ですね、19日の、うん、夜中、さっき着歴見たら俺3時30何分とかに110番してるんですけど、うん、まあ寝てたらまあ目の前のおっちゃんのてめえおらーとかっつって、うん、怒鳴り声で目が覚めて、うん、で、まあそのおっちゃんよくなんか酒飲んで叫んだりとかしてるんだけど、しょっちゅう怒ったりとか叫んだりとかしてるんだけど、今回ちょっと違うなっていう感じがして、なんかいつもの怒鳴り方と違うと。そうっすね、いつもの怒鳴りが。例えるならどんな、いつもはどんな感じなの、例えるなら。いつもはなんか通行人になんかすんなわやろなーとかつって切れたんですけど。で今回はどんな感じだったの。なんかてめえとかつって、かもうなんか相手がいる感じっていうか、はい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 、完全に相手との関係性が生まれてる感じっていうか。またかみたいな感じなの。またいやだけどびっ
くりして目が覚めて、はあはあ、まあそれそうだよな、そうですね、なんでどうなってんのみたいな、そうですね、これやばくねえかとかと思ってたら、なんか、うんうん、あのガキどもの声が聞こえ、あ、ごめんなさい、何人ぐらいなのガキども、その時は3人っつってましたね、3人、はい、あ、複数なんだ、うん、で、なんかもうめっちゃおちょくってんすよね、な、何言ってんの、なんかどんなこと言ってんの、なんだっけな、うん、てめえ、うんこくせえんだよとかっつって、なんか言ったりとかしてて、なんか小じきがとかっつって、もうなんか超おちょくってんすよね。なんか逃げながらおちょくってるみたいな、そんな感じで。ほうほうほう、で、おっちゃんは、なんか追っかけて行ってるみたいな、うん、なんかそんな感じで。はいはいはい、そう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 。なるほど。え、それ、どれくらい ?1 分くらいのやりとりの短い。いや、まあ、ほんと、5分くらい。数分だったと思うんですけど、うん、短い感じだ。そうですね。それで俺しばらく聞いてたんですけど、うん、なんかちょっと怖くてもうビビっちゃって、あの出ていけないちょっとその顔やめてもらっていいですか、その目え、どんな感じそ、じゃあその感じってその、どんな感じ、その感じって俺寝てましたからね、いやだからどういう顔で寝てたの、うらぁてめぇとか、うくせんだよってなってるわけだ、外で、はい、で、お前どんな顔してるの、いや、どういう顔かわかんないですけど、俺しばらく聞いてたんですよ、これやばくねえかと思って、しばらく聞いてて、で出ていかなかった、出ていけなかったんですよね、怖くて震えてましたね、はい、で警察呼んで110番したんですけどそれでうわマジ俺クソだわと思って、まあ、死んだ方がいいわと思って、うん、まあ、自分がクソ野郎だってことは、うん、昔から、まあ、ずっとクソ野郎としてやらせていただいてきて、うん、で、あの自分クソ野郎だってことは知ってはいたと、いたんだけど情報でね、そうそう、体感ではない、いや情報体感が、まあ、ちょっといや違う、体感でも、うん、もう今までもうし、何度も経験あるんだけど、やっぱりいざそのやっぱそういう局面にあのなると、うん、やっぱ性格的に俺病むんですよ、わかるわかるマジ俺クソだわと思って、うん、でなんかあの前の日とかに、うん、なんか俺なんかトレーナー買ったりとかしてるわけですよ、ティッシュ、うん、トレーナー、はい、服、ユニクロは嫌なんですよとか言ってるわけですよ、ゴミじゃないですか。え、なんでユニクロ嫌な？なんか嫌なんすよね、俺。これ買ったトレーナー。これ？あ、まあこれもそうなんですけど。うん、何が嫌なの？なんかあのモモって読みました。モモ？小説。読んでない。あ、読んでないか。何モモ？どんな小説なの？まあ我々と、うん、その奴らとの、うんうん、まあ。戦いというか人間でしょ、人間と戦いだから、その和道さんにとっても、うん、その、うん、なんですかね、やつらっていると思うんですよ、いるいる、いますよね、うん、で俺はそのユニクロに、うん、ユニクロって俺にとってやつらなんですよ、うん、やつらを感じるんですよ、ああユニクロを着るやつはやつらだと、いや食いながら着るやつ、着るやつらというよりもユニクロが、ユニクロファーストリテイリング、まあ、柳井とか柳井とか柳井の家行ったんですけど、え、いや行ったことあんの、あ、いや中は入ってないですよ、え、何盗んできたの、いやだから入ってねっつってんだろ、うん、いいね、いや、やばかったっすよ、あ、ないね、白あ、白だよ、白だ、日本でトップのだって金持ちじゃん、はい、あ、のりこさん、いただきます、のりちゃん、いただきます、ありがとうございます、うん、だからそのでなんかそんなこと言ってるわけですよ、うん、でなんかリスナーに対してなんかお前たちは豚だとか、うん、なんかね、うん、配信なんて吐きダメだとかなんかお前ダサいんだとかそんなこと言ってて、うん、てめえが一番豚じゃんと思って、ああそうてめえが一番ダセえじゃんと思って、なるほど、知ってたんだけど、うん、もうめっちゃ病んで、うん、でも自分にムカつきすぎて、うん、でネットで催涙スプレー注文してうん、で、あ、マジもう次来たらもう行くわと思って、うん、催涙スプレー注文して、うん、で、それを持ってしそれをポケットに入れて、うん、配信してたら、うん、まあ職質されて、うん、持ってかれたっていう、まあそれでスプレー没収されちゃったんですけど、なんであれ、だってさ、防犯器具なわけじゃん、あれって何罪になるの、携帯してたら、いやだからおまわりさんも言ってたんですよ、うん、護身用スプレーを護身用に持って、うん、何がいけねえんだろうなつって、お前
おまわりさんが言ってんすよ。え、それね、犯罪なの？その、刑法的に言ったら。あのね、軽犯罪なんですよ。凶器携帯っていう。凶器なの？そう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 。凶器携帯っていう。意味がわかんねえな。そう。で、その、調べを担当した刑事さんに聞いてみたら、うん、やっぱり仕事絡み、セキュリティとか、うん、その現金を運ぶとかね。うんうん。仕事絡みじゃないと一般人が持ってると大体不法所持っていう形になっちゃ う, っていう。何それ、意味が分かんない。意味分かんない、変な法律だな。うん、うん、おいしい。うまいでしょ、ごま。うん、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 そうなんですよね。でもさ、はい、襲撃されてることは伝えてるんでしょ、正当な理由だね。伝えてるんですけど、うん、伝えましたよ。で、うん、そう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 。で、うん、まあだから、来る来る、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、で、だから俺、まあその、だから一番最初に聞いたのが9月。だから、それからずっと続いてるんでしょうね。で、他の知り合いの人に聞いても、うん、まあ結構何回もやられてるみたいな、うん、こと言ってて。うん、で、それでガキどもにやられるか、その場所変えた人もいるとかっつってて。へぇ。それで、うん、で、その知り合いの人に聞いたら、大体その、うん、日曜の明け方、うん、に今までの流れだと来ると。うんうん、そうそうそう。だから、ちょうど今日の。土曜の夜中ってことで、朝方ってことだよね。まあ、土曜で明けて、そういうことっすね。日曜日の。そうそうそう、うん。だから、正確には日付的に言うと日曜日ですね。だから今日の。前だよね。今日の、で今日日曜日ですから、今日の、だそのこれから来るってことじゃなくて、この前だよね。そう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 、うん。前の。昨日というか。そうそうそう。うん、で、この前が俺通報してたのが3時30何分とかに通報してたんで、うん、まあ3時頃から昨日、貼ってたんですけど、うん、配信やりながら、うんうんうん。僕が来てからは、うん、あの、ずっと4時ぐらいまで貼ってたんですけど、うん、まあ何もなくて。うん、だからその前に来たのかどうかっていうのは、そのちょっと、うん、あの向かいの方に聞いてみないと分かんないですけど、うん、っていう、まあそういうことっすね。なるほど。はい、あ。でその襲撃した人はもういないんでしょ、住んでそこにいないんでしょ、と1週間前に、ほうほうほう、うん、その人はもう、うん、そうなんですよ、うん、あ、ごめんなさい、ちょっとない。これスイッチも食べちゃった。うん。なるほど。え、で、なんで警察は、その、襲撃の件については何て言ってんの？襲撃の件についてますか？だって向こうが悪いわけじゃん。いや、だから俺が、その、凶器携帯で持ってかれた時は、その襲撃の件についてはもう、ほとんどもう。関係ねえみたいな。そう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 。別件だ。そう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 、 うん、ああ間違いないですね。間違いないでしょ、完璧な日ですわ。うん、はい、飲み飯は間違いないから。間違いないです、うんうん、なるほどな。え、でもなんかリスナーの家とかに泊まってなかったな。部屋から配信すること多くなかった最近。だから。最近、あ、そうっす。あの、だから、いや、この前その、そうっすね。まあリスナーさんの家に、まあ3日ぐらい泊めていただいて。おぉ、よかったじゃん。そうなんですよ。おぉ。だから路上生活がメインではないんでしょ？いや、メインです、メインです。メインなの？ずっと、だから、うん。寝カフェ難民みたいな、寝カフェとか、うん、その個室ビデオとか転々とする生活を送ったんだけど、うん、やっぱ恐ろしいスピード金飛んでくんで、うん、それでちょっとこれ金続かないわと思って、うん、外生活にまた戻ったんですよ、うん、で、段ボールで家作って寝袋買って、うん、で、まあそっから、うん、そうですね、まあ一人の方の家にまあ3日間ぐらい泊めていただいたことはありましたけど、路上がメインです、うん、俺、大宮の方に行ってるイメージがあったから、うんうん、もう埼玉に住んでるのかと思ってた。結構いろいろ、なんか、あっちこっち行っちゃうんですよね。うん。なんかよくわかんないですけど。なんであっちこっち行っちゃうの？いや、だからもう人生迷走してるんですよ。うん。
うん、どうすりゃいいのかよく分かんなくなってて、うんうん、どうにもできなくね。まあだから自分でまあどうにかしてんだったら自分でどうにかするしかないんですよね、うん、はい、うーん、ね、トレーナーはどこの買ったの？まあこれキャンバー。キャンバー知らねえな。服好きだよな。特別好きなこともないんですけど、うん、まあそういうことだね。そういうことですね、うん、で、悪ガキとっつかまえてどうする？で、俺思ったのは、うん、まず ID っすよね。まあ免許証なのか、うん、保険証なのか、うん、ID まず表裏っすよね、うん、写真撮って。これも食べて。あ、すいません、ありがとうございます、うん、確認と身元確認。写真撮って、そうですね、うん、まあ親の名前、うん、親の住所、うん、勤務先。どうする？本名柳井だったらどうするの？柳井だったら、うん、まあ手強いですよね、うん、はい、あ、孫とかさ、三木谷とかだったらどうするの？いや、そしたらマジ多分クソほど金取れると思うんですよね、マジで。そうか、はい、あ、そう、俺、まさきさんに連絡して、こんな案件があるんですって。まさきさん飛びつくと思うんで。それは金取れるね。石野くん、徹底的にやろうっつって。ああ。なるほど。でも、まさきさんの財力で先行投資して、もう弁護士とか超雇いまくって。クソほど金取れますよ、ね、そしたら、はい、うん。土曜の夜行ってたの、一人で張ってたんだけど、そう。で、ちょっと俺が合流した感じだよ。アルさん、風船ありがとう。え、ID 確認して、何をすんの？いや、精神的にやっぱ、うん、知られたくなくないですかっていうふうに僕だったら思うんですよね。いや、俺は。自分の身ぐるみ剥がれちゃうっていうか。あ、要はもうやらないように護衛策をしたいと。そう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 。俺は徹底的に説教したいなっていうのがあったんだけど。うん。だからそれぶん殴ったりとかしちゃうと。え？ぶん殴ったりとかしちゃうと。うん。まあこっち側に。パクられるじゃないですか。離れる？パクられるじゃないですか。パクられるよ。当たり前だ。だから、うん。やっぱできれば避けたいじゃないですか。そりゃそうだよ。ね。うん。だし、まあ、その、悪いことやって、悪いことで返すっていう考え方あんま好きじゃないな。だから悪いことやってる相手には何やってもいいって、向こうの主張じゃん。要はホームレスだから水鉄砲撃っていい。じゃあ、水鉄砲撃ってるんだからぶん殴っていいってダセーじゃん。まあ、同じっすよね。向こうのやってるのに乗っかるから負けの思想だから。うん。俺はそのやり方じゃない方がいいと思ってる、うん、なるほどね。そばうまいっすね。そう、このそば好きで、ほら弟子の引っ越し祝いで渡したそば。あ、あのそばか。そう、とびきりそば3束で500円。ちょっと高いのかな、うん、結構高いですよね。うん、ですよね、高いですよね、3束で500円だと高いですよね、うん、だからね、ちょい高ぐらい、スーパーで売ってる一番高いやつは、あの伊勢丹とかクラスじゃなくて、うん、でも、あの、って言っても、うん、1束150円とかだ、うん、180円とか、うんうんうん、だったら蕎麦屋行くより安いから、だから蕎麦屋行ってうちでうまい蕎麦が食える。そうそうそう、そういうこと、うんうんうん、なるほどね、だったらそこは贅沢してもいいんじゃねみたいな、うんうん、なるほど、なるほど、レインコート着ていってください。夜なら透明なのならバレない。
いや水かけられる前提の発言じゃんこれ桜子さん、うん、まあかもしれないですよね、うん、で水以外もあるかもわかんないですよね、どんなやつだかわかんないんですよ。ねえ向こうチャリなの歩きなの？いや多分歩きだったんだと思うんだけど、歩きだったらいけるっしょ、パクれねえ捕まえられるっしょ。でだけどその9月に別の人から聞いた話だと、うん、車からやられたっていう。車、うん、タッチ悪っていうふうにその時は言ってて、で多分同一人物なんじゃないのかなと思ってんだけど、俺はなんでそんなことしたのか聞いてみたいけど、逆に何があってそいつに。ああ俺ね、うん、そういう感覚か。俺分かるんですよ。うん、そう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 、掘り下げたいの。なんでこんなことやったのって。いや仕事で嫌なことあったとか本音聞かせてみたいな。いやあのね、うん、分かんないですよ俺は、うん、単純に、うん、面白いからだと思う。これすごい分かるんですよ、うん、なんでやるかって。だから僕もだからその民家にロケット花火投げ込んだりとか、うん、そういうことやってるんだよ。現在進行形でやってるの。柳井さんの家行ったのそれでしょ多分。民家にロケット花火投げ柳井っつって俺現在進行現在進行形で俺ロケット花火民家に投げてるわけないんじゃないですか。でもおにぎりは盗むじゃん。最近、まあそういう問題でもねえけど、最近盗んでないですよ。それぐらいは金ね、アイテムいただけてるから。うん。あ、これ残り、和藤さん。うん、僕ですか、うん、ありがとうございます。うん、ごまだれで蕎麦、多分初めて食いました。なんか、はい、高田屋って知ってる？新宿にあるんだけど。お蕎麦屋さんですか？天ぷらそばの店で、わかんないです。そこがごまだれで、うん、食うんだよ。うーん、選べるんだけど、うん、でごまだれにはまっちゃって、うん、そう、うん、数年前じゃないんだよおにぎり万引きは。俺はマリニャンの囲いさんよりもこいつとお付き合い長いからね。言ってやれよ、何ヶ月前だよ。まあ数年前ですね。数年前じゃなくね。あ、ちょっと そこ振り下げるのやめてもらっていいですか。ああ、うん、分かった。数年前ではないよね。数年前ですね。ごめん、マリニャンの囲いさん悪かった。ナナさんバーガーありがとう。うん、ね、うん、ただ楽しかったから、ね、やっぱ、うん、俺もやってたんで、やっぱガラス割ったりとか、うん、だからそれで俺一番ガラス割ってんの、ロケット花火投げて。あ、違います違います。あの、石とかで。だから俺一番最初にパクられてるのがそういうことでパクられてるんですよ、16の時に。そう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 。で、うん、何尾崎豊をガンガンでイヤホンで聞く。まあだから豊尾崎ですよね。豊尾崎、はい。やっぱ聞くんだ。やっぱ、豊の影響ってやっぱ受けてるんですよ。少なからず。ただ、だ俺がやっぱ思うのは、うん、ホームレスに水をぶっかけるのも、うん、面白いと思うけど、うん、ただ、うん、実は世の中には、誰も傷つかなくて、うん、誰も悲しまなくて、誰も怖がらなくて、誰も怒らなくて、うん、そして合法で、もっともっと楽しいことがあるんだと。だそっちを、ホームレスに水をぶっかけるのも楽しいと思うけど、そっちを見つけてほしいなっていうふうに、うん。ちょっと待って、それは掘り下げるからね。いや、掘り下げるよ、悪いけど。あれなんだよな、その和藤さんと話を。あ、ジーパンなんか変わりましたね。じゃあ今洗ってんの。洗ってんの。ユニクロボロボロのやつ。うん、和藤さんと話をするとさ、あれなんだよな、話がおかしな方向に行くんだよな。いや、行ってないでしょ、おかしな方向に。ユニコさん、ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、お菓子の方向に何も言ってないでしょ。わあ、俺、ジャーナリストだから。
気持ちは。いや、やっぱりリスナーが知りたい真実を追求することに特化してるからさ。なるほどね。いや、自立はしてないの、レイさん。わかんないけど。あ、今月は、あれなんですよ、初めてなんですけど、うん、あの生まれて、うん、あの携帯代と、あと、あ、携帯代は自分で払ったことあるけど、うん、あの国民健康保険料を今月分は自分で払ったんですよ。うん、おー。だから、まあ、自立できてるでしょ。30歳にして。いや、いいことでしょ。大事なことだよ。どうすりゃいいんだろうな。車から水鉄砲って追いかけられなくね。考えられないですね。あれ聞いてた。配信回して、あれだよね、せめてナンバープレートだよね。ナンバーですね。ナンバープレート。だから、さっきリスナーさんも、うん、あの、DM くれたんですけど、うん、やっぱどんなやつかわからないから、うん、まず気をつけてくださいね。水鉄砲で済めばいいですけど、うん、やからだったら、おい、ちょっと、こいつが言いたいことあるからって、もうガンガン言わせるから大丈夫だよ。言えよって。免許証出すとか言ってたじゃんって。やからだったら怖いっすよね、うん、マジで。でも、思うんだけど、半グレなんじゃねえのって言ったけど、半グレそんなことやる？ダサくね？と思うんですけどね。うん。うまず絶対金持ってないじゃないですか。うん、金持ちはそんなことしないね。うん。って言ったら多分、うん、金持ってないでしょ。ってことは金持ってない。うん。うん。で、悪さやったらやっぱ金持つだろうから絶対。うん。だから、まあ、ただの小僧っ子だと思うんだけど、うん、だけど、まあ、やっぱ怖いは怖いっすよね、やっぱり。すごい。うん、それで、だから俺も催涙スプレー。過去から来た医師のがやってたらどうする？なんだろうな、なんで SF の要素入っちゃうかな。入らない今回の事件な。入らない。いや、まあワードさんの枠だから、うん、好きにやってもらって構わない。僕、まあ、ゲストなんで、うん、あの好きにやってもらって構わないんですけど、うん、だから実は捕まえたら15歳の医師のでまあそしたらその時考えますわ。うん、うん、そうだったらね。だったら、まあそうじゃねえけど、まず、うん、え、でも俺はそういうことだと思うよ。要、いやいや、冗談じゃなくて、冗談じゃなくて、これマジな話。いや、わかりますわかります。言いたいことはわかる、うん、言いたいことはわかる。だから、それを映画で面白くするために、ああいう風にその過去、未来から来た自分だったみたいな。だから過去の自分なんて言うのかなっていう。だからそこでさっきのセリフですよね、ホームレスに水をぶっかけるの面白いのも分かると。うんうんうん、ね、うん、だけどねって。うん、ちょっとあの声張ってくんの、ね、いいシーンは。だけどね、うん、誰も傷つけないね、うん、誰も悲しまない、誰も怖がらない、うん、誰も怒らない、うん、ね、そして合法、うん、ね、リーガルではなくてリーガルで、もっともっと、ホームレスに水ぶっかけるよりももっともっと面白いことが実はあるんだと。だそっちを見つけてほしいよねと。じゃあ俺、じゃあお前その役な、うんうん、俺あの水の方やるな。いくよ。何が悪いんすか、なんすかそのリーガルって、なんすか言って、教えてくださいよ。じゃあなんすか、あんすかね。あ、突然始まったな。あんすか、あ、突然始まった。なんすか、なんすかそれ、なんすか悪いんすか水かけたら。なんだよな、ほらできないじゃん。本番言わないタイプなんだよ。今、俺が練習の機会を与えてるわけじゃん。なんすか、水鉄砲でホームレス打ったら悪いんすか、なんすか、リーガルって。そういう風に言われたらどうすんだろうな。だから、来いよ。白身で。その、本当に、そういう状態。いや、そういうことでしょ、なるでしょ。あ、そしたら多分ぶん殴るっすわ。あ、ぶん殴っちゃう。ぶん殴るっすね、そしたら。だ昨日もだから普段俺ビールしか飲まないのに、わざわざスミノフを買って、お、はあ、強めに行ったんだ。そうですね。いや、じゃなくてちょっと瓶が欲しくて、
瓶持って貼ってたんですけど。そういうことか。瓶が欲しくて、なかなか出てこないよね。猫屋さんってうちの、あ、よく来られます。猫屋さんうちにも来る。あのね、あの、も、な、二文字の人で、あの人が石野の、あの人で、俺のところには来ない人。何さんだっけな。二文字。ずーっとコメント打ってくれてるヘビーリスト、この人、谷さん。あ、谷さんですか。谷さんは俺のところ来ない。あ、もう、根っからの、石野。あ、こってこての石野。こってこてっす。こってこてもう。こってこての。うん、まあ、俺はほら枠見てるから、はいはい、谷さんだってわかるけど、うちには来ない。谷さんいます。うん。うん、あ、全然全然。はい。それはリスナーさんが決めることなんで。で、バレーニョも来てくれるって今日。あ、マジっすか。この人応援しに行くわって、石野のリスナーでもあるし、ちょっと許せねえわっつって。パワー系っすか。オタク系なんだ。オタク系なんだ。そうそう。あの、30過ぎて、はい、あの、なんだっけ、トランスフォーマー集めてるオタク系なんだ。あー、結構ガチの。ガチの。そっちっすね。ただまあ、戦力は1カウントできるから。ですね。そう、男1。はい、ですよね。そう。ただ、いざ戦闘になった時、戦力としてのカウントにはならない。なるほどっすね。そう。いや、だけど俺、うん、なんか、いや、バカにしてるとかじゃなくて、うん、あの、すげえ、あの、うん、素敵だと思うんですよね。何が？そういう、なんか、好きなものがある。あ、いや、俺もそうだと思うよ。そうだと思うよ。だから、本当に好きなの。秋葉原のところに買いに行くんだよ。そうそうそう。で、だからもう自分のその、世界があるんだ。そのために働いてるみたいな。そうそうそう。そういうタイプ、そういうタイプ。で、自分の稼いだ給料をつぎ込んで、うん、幸せだよね。そう、うん、いやだから本当なんか、だからこの前もリアドして秋葉原で合流したんだけど、はい、なんかその正規のトランスフォーマーじゃなくて、はい、そのトランスフォーマーの世界には非合法なんていうの、あーメーカーみたいな、はい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 、もうその好きな人が作ったトランスフォーマーも手に入ったっつって、めっちゃ子供みたいに喜んでた。ブートっすよね、要するに。ブートっていうの、そういうの。ブート母さん、ブートって言いますよね、そういうの。あの、レコードとかでブートって言いますよね。ああ、そういうの。そういうのあるんだ。で、カオスも来いっつってんの。カオスは、なんか、ずっと最近悩んでて、はい、で、なんか、俺は配信主だとか言ってて、はい、配信者じゃねえとか言って。昨日なんかおかしくなってたんですよ、カオスさんが。いや、最近おかしいよ、ずっと。はい。だけど、俺はバグったらこんなもんじゃないっつって、ね。まあ、で、今日来いっつったんだよ。はい、来いっつったんだけど、はい、来るかどうかわかんねえよ。金がないだけ。うん、カオス来たら面白いじゃん。いや絶対面白いっすね。カオス絶対面白いよね。いや絶対面白い。すげえ釣るみたいの、プライベートでも、はあ、なんか遊ぶ仲間みたいな、はあ、だけどなんかすごい距離置かれてるんで。ああなるほど、ね、配信はめっちゃ見てくれるの。じゃあ、はあ、俺映画撮りたいのね、カオス絵になると思ってるの。いや、なるでしょ。なるでしょ。まず、てか、まずビジュアル的になる、うんうん、まずいいよね、いい顔だよね、本当に。話してみたいんだよね、カオスを。アングラな世界観だよね。メキシコで、あの、殺されそうになったって言ってましたよね。でけえなたで。だから本当に、うん、なんか、文字通り殺されそうになった人ってなかなかいなくないですか？あります？俺ないんですけど。どこまでがだよな、死ぬかと思ったことあるよ。鼻曲がってるじゃん。あー、うん、彼ですね。うん、血だまりだってこんなんなってたよ、行ったら。こんくらいコンクリートで血だまりでうわー流れてた。そんなやられたんだけど、じゃあ、うん、へえ、ぐっちゃぐちゃだよ。まだパクられてんのかな。うん、わかんない、わかんない、うん、あとなんだろう、それ以外だと原付きでこけた時気持ち悪くなって止まんないの、はっ、ゲロ。ああ、もう脳みそが。やられてんの、もう完全に。で、周りがもう危ない危ないっつって。あれは死ぬかと思った。救急車、乗りました。乗んなかったんだよね。乗んなかったんだ。うん。そう。それくらいかな。そう。メキシコの。うん。まあ、レベルが違うわな、俺らの。マフィア。うん。うん、そう。
何だメキシコのマフィアってだって本当に人殺す人たちでしょ、うん、なんて言うんだっけチカーノは何系だっけチカーノは多分メキシコじゃないかなんだっけメキシコ系の、うん、多分アメリカ人だと思うんですよねああか分かんないけどあセク Z セクターゼッセタっていうの、うん、まあガチだよねガチガチだってサラシ首とかやるっていうもんねあやるんだやるやるやる報復だ多分だからナタでしょ、うん、あだからナタで切るって報復あうううううで、うん、あの片言のスペイン語で、うん、もう泣きながら命乞いして、うん、助かったっつって言ってますけどすげえなもう場数が違うっすよね、うん、経験値が、うん、なんで配信なんてやってんだろうなと思って俺もそれは思ういや本当に、うん、カオさん配信やってるの謎っすよねジャーナリストがやればいいのにねもっとそのマリファナ旅行記みたいな体験とかさあ それこそだからそのバイスとかで働けばいいのそう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 もったいないよね、うん、後ろからビニール袋かけられて針金で巻いて運ぶんだ古典的だね針金で巻くんだねうん、さらい方があるんだねさらい方っすよねなんでそうなったんだろうねパクったのかね薬かなんかパクったいやだからなんあいやなんか、うん、そのマフィアのその時カオスさんがセキュリティの仕事をしてて、うん、でマフィアの人間だって分からなくてなんか泥棒かなんかやったやつ追い込みかけちゃったらしくて、うん、そしたらそいつがなんかマフィアあ間違えちゃう。そう。間違えて、知らずに追い込みかけちゃって、そしたらマフィアの人間で、やば。やんのみたいな話。やるのか、ジャパニーズみたいな。おい、日本人みたいな。分かってんのかみたいな話になったらしくて。ハードマンやってて、泥棒見つけて、そいつ、詰めたらやからを雇われた。ああ、そういうことか。はい何何みたいなことになって、うん、なるって恋を冷めないみたいなっていうかさパワー系じゃないじゃんカオスもドレさんとかだったらその経歴わかるじゃんそのガーナの海外でやってるとか、はい、ひょろひょろじゃんいや違くてだから、うん、もう飛んでんすよ頭のパワー系だから心のパワー系心のパワー高橋歩夢っすよ要するにああいや高橋歩夢そっち系じゃないでしょ違うか違 う, そう心のパワー系だから、うん、旅人なんでうん旅人はそうではないでしょ心のパワー系っていうわ、うん、かるわかるあの刺激ジャンキーだよねすげえわかるなるほどでも今日のことは腹くくんないと相当だパワー系出てくるかもしんないよ斧とか斧もあるかもしんないっすよねあるよ新宿だよ新宿っすよね。おうん。まあ全然可能性あります、ね。新宿水鉄砲戦争だよ。後に語れ、ね、語れる。後に語られる。水鉄砲の乱っすよ、ね。水鉄砲の乱だよ。そう。あの風林会館の事件より有名になるかもしれない。ですよね。え、なんすか風林会館の事件って。風林会館で発砲事件ある。もう市民巻き込まれてヤクザの抗争で。最近っすか。風林会館じゃねえや。なんだっけ。いやずっと何十年前で一番有名な事件でしょ。分かんないです分かんないです知らないのあの喫茶店あるの分かるフリー会館の一番下に分かんねえかなそこの喫茶店がもう戦場とかしたの銃撃戦抗争でヤクザ何人も死んだし一般人も流れ玉みたいなでもあれでしょ別にその夜中なんでしょ来んのはまあ毎回やっぱ夜中みたいですね何時頃からやるただ今日今までのまあ分かんないですよ俺も分かんないですけど、うん、今までの流れからすると今日ではないんですよ昨日っていうかまあだから今日のその夜中だったんですよね、うん、だからまあ来週来週の話だったのそうですね、ちょっとタイミングがあれだったんですよねえ、これ1週間後引っ張る感じだよ
1週間後になっ来週のサザエさんの話してたの俺ずっと。来週のサザエさんの話だったのかもわからない。いやだからそこがなんか面白くて、ジェイソンじゃねえんだからさ、13日の金曜じゃねえのその曜日指定っていうのが。え、ちょっと待って、リスナーさんにじゃあ来週って言えばいい？今日じゃなかったわって言っていいの？今日だと、今までの流れからするとですよ、今までの流れからすると、ただ寒いだけ寒ただ人が集まって寒かったねって、おでんを食うっていう、そういう。え、どうする？じゃあ今日はなしにする？なしにするのは連絡しないといけないから、まあバレーには今見てるからあれだけど、ちょっと今日はなしにしていただく方向で。わかりました。じゃあちょっと電話しますね、はい、ね。あ、来週の話だったんだ。そうなんですよね、うん。あ、そういうパティーンなんだ。そういうパティーンなんですよね。ーホームレスオフ会とかやめてください。ちょっと電話するわ。じゃあその130キロの少林寺拳法使えろデコポンに電話するわせっかく戦力になるやつ集めたのにな。もしもし、はい、あ、デコポンさん、はい、あのね、はい、ごめん、はい、あのね、あの水鉄砲の班にいるじゃないですか、はいはい、あれ来週現れるらしいんですよ。ああ、そうなんですか。はいはい、はい、なので今日ちょっとあの来週みたいな流れになったんで、もし来週の、あ、分かりました、はい、空いてたらよろしくお願いします。あ、はい、こちらこそお願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、来週なら来週ってちゃんと寄ってくんないと、こっちもこっちで、あのいろんなですよね。そう、あの組んでます。段取りがあるから、ありますもんね、段取りがあるから、やっぱり。まあ来週はだから、来週っつったらでも逆に時間があるから、多分俺の知名度で言うと1週間ちょっとみんな集まれてたら多分700人は集まると思うよ。あ、本当ですか、うん、そしたらそうっすね。でもうちょっと30人ぐらいパワー系集めて、うん、集めて前線後方部隊、そうっすね、食料補給部隊だ。もう本当にロケハンっすよね、うん、ロケハンだねロケハン、うん、もうとりあえずまずハイエース用意して、うん、ハイエースが1台の、そうだね、あとチャリも用意して、チャリも用意してね、で撮影班と、うん、もういろいろ音声さんとかいろいろね、うん、あの、はい、配膳係とかいろいろ医療班とか、うん、あ、違うんだよ。昨日さ、医師の俺はパクられたと思ってたんだけど、まあこの前警察配信でね、そうそうそう、で医師の家の前通ったら、はい、別の段ボールがあったから、そう、あれはまた別の人になっちゃったんだね、のんちゃんっつってたら、お前だったんだ。俺ですね、あれ、あ、うん、もっとなんかもっとやろうよ、あの家あの家ね、うん、だステッカーとか貼って、だけど、うん、あんまり目立っちゃうとな。え、でもさ、っていうじゃん、うん、でもさ、よくよく考えてみ、あの猫おじさんいたぐらいだよ。猫おじさん結構ダンボールの家で猫を飼ってて、猫カフェって呼ばれてたんだよ。あの人も叫んでましたね。うん、死んじゃったもんね。みたいですよね、うん、あの人もだから本当寝てると声が聞こえて、イヤーっつって俺も叫ばれたもん。言ってましたよね、うん、で叫び返したっつって、叫ばれちゃった、ダンレーっつってそしたらシューンってなんだ、あの人なんかその、ね、うわー言われたら、うわーって倍で返したら、ね、シューン勝てないと思った、勝てないと思った。そうだ、猫屋さんこの前も面白くて、あの、うん、弱いので襲わないでくださいって書いとこうよとか。ああ、あのさ、坂口恭平の車輪の理論でモバイルハウス作れねえのかな。モバイルハウス、いやだから俺、坂口恭平もそうなんだけど、坂口恭平のその師匠のおっちゃんに俺会いたくて。あれ、隅田川とかじゃなかった？隅田川って言ってて、俺隅田川行ってみたんだけど、いなかった？僕です。だからなんかちょっといろいろあって、場所どういたのか、それとも俺が行ってない場所だったのか。だから亀戸に住んでたから、うん、行ってみた。そう、隅田川近かったから、うん、うん、なるほどな。そう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 、モ
バイルハウスもあれ軽車両ですからね。でしょ、うん、自転車置いてるのと、まあ、法律的には、まあ、見た目はだいぶ違いますけどね、法律的には自転車が置いてあるのと同じ、うん、だって寝れりゃいいわけじゃんそう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 、で縦幅に制限はないわけじゃん。だから本棚とか作れたりとか、うん、パソコン置いたり携帯置いたりとか、あのいや俺本気で作りたくて、あの面白いですよね、うん、で原付で引きたいのよ。原付で引ける牽引できるその大きさあるじゃん、あのサイズでどうにか作れないかな。そしたら旅できんだよ。ああ、確かに確かに。おお、まあ原付だったら免許1日で取れちゃいますからね。おお、ジャイロキャノビーとかで引っ張ればさ、3人でね、うん、株はやだな。380人、60人、うん、人は集まる、人集まりますね、うん、まあでも最近ひどいよ、60人とかザラにあるよ。なりますか。あるあるある。まあまあまあ、なんか流れがあんだよ、そういう長くやってると。いやーてか任意さん久しぶりだな。ねえ、懐かしいよね。懐かしいっす。でもまあ十何万稼げるっていいんじゃない、うん、その前に比べたら全然いいっすけど、うん、まあやっぱりほとんどが一人の人ですね。あ、まあまあまあね、そうそうそう、一人の人でもうほとんどっていう感じ、うんうん、まあ、そういう人がさっきその気をつけてくださいねって DM くれた方。ああ、そうなんだ。そう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 、そういう人大事にした方がいいよ。うん、そうそうそう、うん、あでもよかったじゃん、よくしてもらって。いや本当そうなんですよ ね。でだから、うん、で不動産探し始めて初期費用10万ぐらいで行ける物件が見つかったんですよ、うん、新宿。いや新宿あの東京なんですけど、うん、まあちょっと外れた方のところなんだけど、うん、こんなのあるんだと思って、だから10万貯めて集まったらいけるんですっていう配信してたんだけど、やっぱなかなか集まらず、まあね、うん、まあまあ、自分貯めるのがいいんだよ。ですよね、うん、やっぱなかなかポーンと10万出してくる人なんていないじゃないですか。いないいない。ああ、そっかそっか。これ消そうね。これ消そう。ありがとう、テロップ。なるほどね。そういう人に迷惑をかける系の遊びはガキの頃、もうその時は音楽やってたのか、うん、音楽、バンドか、ドラムに熱くなった感じですか。その時期。何、人に迷惑かける時期って何。うん、人に迷惑かける系の遊び。だから俺分かるから、ホームレスに水ぶっかけるのが面白いっていうのが。それはなかったですか。あんまりなかった。楽器とかにもうハマってた感じ、その時は。楽器もそこまでハマってるわけじゃなかったけどね。うん、なんか溜まったりとかみたいな、その、うん、女か女、まあ彼女はいたね、その時、うん、分かんねえな。いやもう昨日スパーリングで体も筋肉痛だよ。マジですか、うん、誰とスパーやったんですか。アメリカ人。あ、アメリカ人か、うん、社長なんでしょ。そう、デザイン事務所の。そう、すごいっすよね。結構稼いでるよ。へえ、がっつり。デザインはどうなんですか、かっこいいんですか。あ、まあまあちゃんとやればね。うん、雑コラが好きだけど彼は。ああ、わざとちょっと、まあ、そうそうそう、ジャズですね。わざとちょっとダサくするみたいな。そう、あ、じゃあちゃんとしたもうやっぱ専門出てみたいな、そういう。いや専門出てじゃなくてフリーランスでそっち系の人にこう教えてもらっていて、要は修行してみたいな、で独立したみたいな人が。人柄的にはどんな感じの人なんですか。だから、いやまあ普通、普通の人、うん、どうでしたスパイやってみて。あ、強かったよ。強かった、うん、うん、ただまあ始めたばっかりだから、うん、まだそのなんとか攻略はできそうだけど、うんうんうん、どっこいどっこいには、うんうん、ただまあもうスタミナと筋量がもう土台ができてきてるから、はいはいはい、もうあと1ヶ月ぐらい抜かれる。抜かれちゃいます、余裕で。てか今用意どんでももしかしたらやられるかもしれない。まだちょっと余裕あったけど。ステゴロ2はいつの予定なんですか。来年の6月かな。あ、まだ結構時間あるんですね。うん、
早くて、うん、え、なんか、あ、これがサバゲーのやつか。そう、で、銃があれと、ハンドガンそこにあるやつ。あ、で、な、あれはのりこさんのね。え、そう、のんちゃんのね。なんかちょっとエヴァンゲリオン臭がしますね。あー、わかんねえな、エヴァンゲリオンかどうか。え、なんすか、これサバゲーって当たったらヒットとか。そう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 、自分で手やる、自己申告。あ、あ、グリコさんメガホンありがとう。でもまあ最近楽しそうに配信やってるからいいなとは思ってるけどね。前よりはね。そうっすね、前よりはそのなんか、うん、乗ってるよね。あのイライラしながらやったりとかはしてないっすね、うん、で人数少なくても楽しそうにやってるからさ。そうそうそう、まあ、うん、あの普通に会話ができる人を、うん、がまあ何人か来てくれて、ね、で普通にまあだべってる感じっすよね。うん、いいんだよ、いいんだよ。広がりはないのかもしれないけど。え、広がっていくから。広がっていきますかね。うん、ゆっくりゆっくり。うん。うん、あ、ほらこうやってリスナーさん。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。もう数いたら向こうもビビるでしょ、ね、悪いことやってんだから。他見つけてほしいよな。いや、だからやることはないからそういう弱いもんいじめしてんでしょ。猫に BB 弾打ってんのと一緒でしょ。うん、あのつさんバカありがとう。やることはないっすよ、うん、そう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 。だから分かるんですよね、すごい。なんで分かんの。いや、自分がやることない子供だったから。今でもやることないおじさんなんだけど、うん、なんかね、じゃあ何なんだってそれ聞かれても教えてあげられなくて申し訳ないんだけど、うん、自分も退屈な人生を送ってるから、うん、多分普通の子供たちなんだと思うんだよな、うん、Wi-Fi どうやってんの。結構頻繁にやってる。料金大丈夫なの携帯。それはあのだからあのルシスさんですね。ほうほうほう。ルシスさんがポケット Wi-Fi を2つ貸してくださって。ああ、そうなんだ。そうそうそう。それで。じゃあまあまあ、もうバンバン配信やればいいんだよ。そうすね、今みたいに、はい。今いい感じだと思うよ、一緒。そうっすかね。うん。ふわっちがだけど、大手が、ニコ生ツイキャス大手が入ってきてるから、その、やりづらいはやりづらい、ね、閲覧持ってかれるから。うん、永井先生とかも最近そっちでやってますよね。永井先生がやってんだもんね。なぞ、おお、なぞ、え、なぞたん、医師の知ってんの。あ、これなぞたんかな。俺が知ってるなぞたんかな、本人かな。まあいいか。うん、え、ナゾタンって俺が知ってるナゾタン？あ、本人か。ナゾタン、お疲れ。うん、お疲れ様。ナゾタンにしたんだ。ワドタンです、よろしくお願いします。いや、この前あのめっちゃ懐かしい人から、うん、昨日一昨日ぐらいかな、うん、DM 来て。誰？あの K さんって、あの一回あの歩みに行ってるんですよ、うん、あと、うん、大宮駅でも一回やってる。和道さんがあの自転車のチャリ鍵を取りに来た時にちょっと背高い痩せてる人なんだけど。俺も合ってる？合ってる合ってる。だから歩みに一回 K さんが一人で来たのと、その時は俺いなかったんだけど。おお、誰だろう、どんな人？大宮で、おあの一回あの鍵取りに来たの覚えてます？お、鍵取りに来たんじゃなくて、お前が放置してたから俺が届けに行ったんだよ。あ、で、あ、そう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 。あのとだから取りに来てくれたじゃないですか。俺が鍵を持ってたから、それ取りに。あ、そうだ、俺が取りに来たんだ。取りに来てくれた。そうだそうだ、そうそうそう、間違えた。お前何？お前ふざけんなよ、お前本当に。分かった分かった、誰か分かった分かった、うん、え、何、じゃあナゾタンはもともと俺らのことしてんの？俺最近繋がったんだよ、この人と LINE で話して。あの
え、この人昔から見てる人は俺らのこと知ってんの？いや、ニコ生の時とかどうかわかんないですけど、うん、俺がね、うん、あれいつだったかな、多分10月だから先月ですね。先月、まあ、ちょっとすげえ詰まってた時があって、うん、でその時になぜだか俺は西川口駅にいたんですよ。ほうほうほう。でその時に初めてコメントをしてくれた方で、うんうん、でまあ DM とかもくれて、うん、でまあちょっと実際お会いしてお金私渡しますよとかっていう話をしてくれてたんだけど、まあそこで俺のやっぱ僕クソ野郎じゃないですか。まあクズだね、なかなかの、はい、クズじゃないですか、うん、で僕のそのクズっていうのが露呈してしまって、いやだからさ、ナズタン言ったでしょ、結局配信者ってみんなやりたいやりたいなの分かったでしょ、ナズタン分かったでしょ、これで。いや、それで、いや、だから、俺も、違うんですよ。うん、だから、俺別に配信上で言ってたんですよ。まあ、DM で気持ち悪い DM を送ってたとかじゃなくて。わかるわかる。やらせろってことですか。そう、うん。言ってて、だけど、うん、で、ナゾタンさんも、ちょっと、ご自分の方で、いろいろちょっと、うん、まあ、いろいろあって、うん、多分そこと、多分リンクしちゃった部分っていうのも、うん、多分、あったと思うんですよね。うん、それで、多分怒っちゃったんですよ。でそれに対して俺も、うんうん、この冗談通じないっていう、えってそれで怒り出すってなっちゃってで俺も逆切れしちゃって、てめえ豚なんだよっつって、まあ、死ねよっつってそれで豚って言ってるの。そう顔見たことあんの？ないんだけど。ナゾタン顔見せていい？見せていい？ OK？完全俺は冗談だったんだけど、うん、まぁ、ちょっと、私生活の方でいろいろその男性に対する、うん、多分その不信感とか。うん、あ、サムネ変わっちゃってるわ。そういったものとかもあって、うん、で、多分そこと重なっちゃったんだと思うんですよね。うん、いや、LINE の顔、もともと、あれだったよ。多分、ナズタンの顔だったよ。変えたでしょ、最近。一番最初の時顔だったんだよ。気づいてないんだよ。初コメありがとう、心さん。楽しんでいってください。あ、心さんも、常連の方で。石のリスナー、うん、あ、送って、うん、そう、それで俺もちょっとやっぱデリカシーとかないじゃないですか、うん、ないね。そうないね。ないじゃないですか。ない、はい、うん、ないし、やっぱ臭いし、うん、やっぱおにぎり盗むし盗むしね。そう、うん、でそれで俺も行っちゃって、それで多分もう拒絶しちゃったんだと思うんですよね。多分もう真に受けちゃって。あ、そうそう、このさ、これがナゾタンだよ。あ、かわいい。うん。で、多分同い年なんですよ。ナゾタンさんと僕。へぇ。そう。だから和藤さんの2個下。はいはいはい。そう。だからやらせろと。同い年だから。いや、だから俺はね、だから、ちょっとあれはね、本当に、その、うん、あれっすよね。うん。うまくいかなかったパターンっすね。ああ、噛み合わなかった。そう。しょうがないよ、それはね。もうタイミングの。問題だね。タイミングの噛み合わなかったパターンで。まあ、あれはあれだよ。そう。だから、文字ベースと口頭ベースだと、冗談の雰囲気とかわかんねえじゃん、俺が。そう。難しいよね。だから、俺も冗談で言ってたんだけど、え、じゃあ会うのやめますみたいな感じで、ガーン来たから、はっと思って。で俺もまあじゃあこれからね、別にね、普通にコメント打つようになればいいじゃん。俺もガーン言っちゃって、うんうん、まあまあそういうのはあるよな。もうこれから見りゃいいんだよ、うん、何、もともと俺とか石野のこと知ってたの、ナゾタンは。あれ、タバコは知らねえよ。あれ、さっき俺袋渡しませんでした。袋、ああ、いや何も入ってなかったわ。捨てたよ、袋の中。マジですか。うん、だからポケットかなんかに入れてんでしょ。あ、入ってます。その顔やめてください。その顔やめて。また枠に来るって謎たんで、これ。あ、ありがとうございます。お願いします。ごめんなさい、うん、みんなフォローしてね。ワドタンの枠にもちょくちょく来てた。あ、そうなんだ。あ、じゃあ俺のこともともと知ってる人なんだ。なんか名前だけ知ってて、なんかいきなり連絡来たパターンだと思ったの。特にやっぱ結局もう、やっぱロムがほとんどっすもんね。うちはロム多いよ、うん、ちょっと潜ってる人全員手挙げて。すっごい、ね、うちのは水増しじゃないのよ。すっげえ隠れてんの。みんなちょっと協力して手挙げて。のって書いて、のって。
すごいうちは多い。とこしさんでしょ。みんなのって書いて。ロムゼもちょっと協力して。マチルダでしょ。流星群、ミー、ほら、谷さん、マーさん、テルユキさん、人生女さん、ほすごいでしょ、うん、ロム率異常に高いうちは、うん、何なんだろうね、このコメント書かれる人と書かれない人、海保もいるんだ、小さじさんもいる、みんな書いてよ、みんなと作るんだよ、放送って。いや、本当にだから。これね、よく言うの。掛け算。そう、掛け算なの。掛け算。で、あの受け手の人ほど最近つまんねえって言うけど、うん、あのこれ、松本人志が言ってたんだけど、笑いに来る、楽しみに来てくれるから俺ら頑張れるなよと。冷やかしに来たりとか、つまんないと思って来てるやつなんか笑わせらんねえよって言ってんのよ。あ、そうそう、ありがとうね。花火ありがとう。ありがとう。だから、ガンガン来てほしいんだよね。そう、喧嘩になってもいいし、そう、ドラマだから、もっともっと、俺らで作ってるっていうか、例えばさ、300人、400人見てて笑い声なかったら、芸人多分死ぬでしょ。滑ってるみたいになるじゃんね。多分テレビとか映画みたいな感覚も 100%、うん、100% 受けてっていうね。多分だから画面の裏で笑ってくれてたりとか、うん、手応えあるじゃん、うん、これは受けてるだろう、うん、みたいな、うん、でもね書いてくんないと分かんないよねやっぱね、うん、分かんない。そう、手応えなくなるとね、なんか寂しくなるんだよ俺らは。なんなら石野さんの LINE も謎たんで知ってるけど送ったことない。あ、そうなんだ。へー、廃旅館で寝泊まりでもする。俺はだから前回その心霊スポットで寝泊まりやろうとしたら通報で潰されたんだよ。だから全然できるよ俺は、やれるよ。ただそのなんつうの、交通費とか花火で支援してくれるんだったら、のんちゃん車だし、高速代、ガソリン代、あとはバッテリーあるでしょ、電波あるでしょ。別に3人で6000円、7000、俺がこの前買った寝袋が6300円と、うん、それぐらいで結構、うん、あのいい寝袋が買える。あ、そう、うん、全然できるよ企画は。だからよく言われるんだよ、なんか例えばさ、そのスパーリングこの前行ったのだって駐車場代4000円とか都内かかるわけよ。じゃあね、それ何時間ですか。何時間だ。3時間だよ。20分300円の池袋。いやもう本当にだ、4時間ぐらいの期間かかるじゃん。でそれだけで4000円飛ぶでしょ。そうだから、その面白いことやることはいくらでもいいんだけど、その金かかるんだぜっていうのを忘れないでほしいんだよね本当に。そうですよね。そう、こちらスポンサーいないですからね。まあ俺はいるけど、そのたまにいるじゃん、その面白いことやれよみたいな。あね、なんで部屋で雑談ばっかりやってんだよみたいな、まあ、そこの事情も少しは分かってくれよっていう。そうそうそう、俺らも生活かかってやってんだから、そうなるべく安く面白いことができるようにってやっぱ工夫しないと食ってけねえもん。そんな贅沢してねえぞ配信者、みんな生活ギリギリの中で面白いことやろうとしてるよ。池袋駐車場代舐めてんな。いや舐めてるよね、本当に。なんでこんなことになるんだっていうぐらい世の中おかしいこと多いもん本当に、うん、まあでも多分それでも止めるやつがいるからその金額になってるんだろうね。やってんでしょうね。いや本当はだから使っちゃダメなんだよね、そういうのもね。まあ、そうなんですよね。本当はね。本当は。要は、そうしたら値段下げてくるわけだからね。そうなんだよね。使った俺が負けなんだよね。あ、ミシュランガイドだ。毎回言うよね、お前。俺の家に来ると。毎回言う、ミシュランガイド、ミシュランガイドって。本当。4回くらい聞いてるわ。粘土もあるじゃないですか。人は集まったね、大丈夫だね。あ、でもまだまだ募集してるよ。粘土だからサバ系のマスク作ってんだよ、ほら。うん、でこれから塗るんだ。これをヤスリかけて整えてペーパーで。でニス、これ木なの。木になる粘土。木粘土。うん。だからコルクと木の端材で作ってる粘土だから、だからそうニス塗ると木っぽくなるっていうか。
木の粘土だね。ちょっとこれエヴァンゲリオン感ありますね、この顎の感じが。やっぱり、ね、そうだ、ね、ですよね。エヴァがね、やっぱり俺の中では。いや、いい、絡んで、もっと。いや、だから俺が顎がないじゃん。やっぱ顎がないコンプレックスで、やっぱりこう自然と顎をこう。皆さん髪の毛伸ばさないんですか？もう伸ばしてるよ。コツがすげえ長いじゃん。もう俺、もうこんぐらいになっちゃっても大丈夫ですか？だからお前言っても切るじゃん。いやだから、すいただけ。うわ、こいつさ、ほんと腹立った。俺ね、2回聞いてんの、こいつから。いや、髪の毛も一生切らないっすわ、ワドさん。僕ヒッピーなんで、もういいっすわ。もう髪の毛切らないっすわ。ほんと頭きてますから。で今日あったら、頭きてますから。いや、あったら、何に頭きてますから。ね、ほんと、いいっすわ。って言ってて、今日なんかさっぱりしてるから、お前髪の毛切ったろっつったら、いや、すいただけっすよ。長さ届いただけっす。その前ね、その前も、2年前同じこと聞いてんの。うわぁ、もう髪の毛切らないっすわ、つって。で、1ヶ月ぶりに会ったら丸坊主になって。で、こいつなんつったかって言ったら、気持ちいい！マジで髪の毛ないと気持ちいいっすね、和藤さん！つって。ほんと殺意湧く。ほんと、何がここまで伸ばしていいっすかだよ、お前。ヒッピーなんだよ。ヒッピーはお前好かねえだろ、髪の毛。坊主の、俺坊主何回も見てるから、石野。俺も坊主だったし、出会った時。いや、出会った時はオールバックにしましたね。オールバックだったっけ？オールバックか、オールバック。2ブロックでオールバックにしましたね。で、その後パーマやったりとかしてて、でまあ、坊主のスキンになりましたよね。眉毛とかも全部なくして。そうなんか、そう、俺が坊主にする時、大体眉毛とその髪の毛反り上げるんだよ。で、その、なんていうのかな、ちょっとなんていうの、政治色の、を感じる感じ、政治をちょっと感じる感じになってましたね。政治を感じる、パンクナチみたいな。そうナチ、極左、そうあ、なんか石野のその言ってるだからね、石野は面白いんだよ。だけどその貫かないから全力で。女の人の坊主かっこいいと思うけどね。似合う人は似合う。似合う。でも顔立ち整ってないと無理だよね。そう、うん。似合う人は本当に似合う。本当に似合う、うん。でもそういう人は長い方が綺麗なんだよね。ああ、確かにそうかもしれない。おお、花火さんありがとうございます。初見さんありがとうございます。うん、石野のリスナーさん一緒に投げてあげてよ。気使わないでよ。生活あれだから、俺も生活あれだけど。うん、え、これ家賃6万。6万。6万。6。うん、ここは。で、光熱費、ガス、水道、電気、ネット。その辺守れたら、まあ、まあ。だからね。それで全部で2万ぐらい取る感じですか？全部で2、いや、もうちょいかかる。2、5ぐらい。2、5ぐらい。8万5千円ぐらい。8万5千円が、もう要は生きてくラインだよね。その。だから8万5千円割る3、だからまあ、家の維持費1日3000円かかるよ。だからそれと12時間の満喫がいいのかってどっちかでしょ、うんうんうん、でも家あった方がいいでしょ。いや違う、いやもうほんとね、だからこの前もこの谷さんっていうのをお家に泊めてもらったんだけど、うんうん、あ、そうなんだ。そういい人だね。で、いやでもまあ和道さんのねお家にも1ヶ月ぐらい俺お世話になったことあるじゃないですか。まあな、俺いいやつだから。まあいいやつじゃねえんだけど、うん、あのまあ欠落してるんだけども。何の俺何が欠落してんの？何にもしないじゃん。まあ、で、家っていいなと思って。家いいよ。うん。家目標にしようよ。そうですね。てか旅は。俺も別に俺も旅はって言われたらあれなんだけど。ですよね。旅で。俺でも旅でんなら石野と二人旅。あのね、旅配信やと思ったんだけど、うん、ドラマがないんだよ。で、猿岩石とかなんで面白かったかって、二人の掛け合いがあるからじゃん。要は、一人でやらせてもつまんないんだよ、その旅配信って。そうじゃなくて、その、なんつうんだろう、まあ、なんだろう、あれ、二人で旅したら面白くなる、喧嘩するから。喧嘩する、絶対喧嘩する。なるほどっす
その喧嘩はリスナーが面白いと思うよ。だから1個の、例えば俺と一緒に食べ配信で企画やんじゃん、はい、で2人とも花火上がんなくて1個のパンで殴り合いとかするんだよ。あ、なるほど。めちゃくちゃ見てる方は面白いでしょ多分。お前パンお前の方が多くねとかでずっと、あ、うん、それドラマで意志の丸くなったよね、うん、石野さん裁判所か役所の競売、あ、ほら相手が来た。それやらない企画で、え、な、なんす、競売競売、この人俺嫌いなんすよ。あ、嫌いなの。だいたい俺ちょっと泳がして毎回もうすぐブロックしちゃうんだけど、あ、嫌いなんだ。嫌い、この人。でも面白くない企画としては、4万で一軒家手に入るんだったら。競売って何ですか？要は差し押さえ市役所側がして、で金に換えるために競売って書けんのよ。あ、いや行こうよそれ。あ、それ面白いかも。2人で安く手に入ったら、なんかそこでしっちゃかめっちゃかどんどん手に入れて売ったりとかでも儲けるの。シェアハウスにして、そうか、それやらない？配信者養成塾とかさ、貸主集めるとか、ホームレス配信者自由に使っていいよとか。そうっすね、うん、でそこでまたね、うん、殴り合いの喧嘩が起きたりとか。そう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 、ね、うん、お前女呼んだだろとかするのかな、うん、どうなんだろう。それちょっと競売詳しいんだったら教えてもらいたいですね。 LINE か DM でノウハウを教えてください、小川組さん。ちょっとそれ企画になるかもしれない。いや、ナゾタンさんはだから、いや、その時はえ、なんでこうなっちゃうんだろうと思って俺もパチンって頭きちゃったんだけどよくよくパチンってくるよな。よくよく話俺思い返してみたら、うん、やっぱその男性関係でちょっと今ナゾタンさんがきつい思いしてて、うん、そこに、うん、ちょっと待って待って、はい、戻ってきた。そう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 、それで、まあまあまあ、すれ違いだよ。そう、男性関係で、うん、そこに俺がぶっこんじゃったから、うん、まあそれは向こうからしたら、 そしたらもう閉じちゃう。そりゃそうだよ、閉じちゃうでしょ。もうまあだからタイミングだよ、それ。人間関係のすれ違いだよ。うん、うん、ねえねえ、おお、面白いよね。競売物件はありだよな。確かに安く手に入るから。あるんだ、うん、てか普通に実業になるでしょ、うん、安く手に入れ高く売り合いんだから、ね、不動産石野だよ。不動産石野不動産、石野不動産、ね、ドナルド・トランプたらまずそうですね、カオスさん雇って、うん、カオス副社長、カオス副社長ですね、和道専務、和道専務、うん、ねえ、仲良くしよう。みんなで仲良くしよう。あ、こちらこそよろしくお願いします。うん、そうそうそう。あ、ずっと使ってんすね、ゴンロジブルのカメラ。いや、これもう4代目だよ。あ、4代目なの？これ最新のやつでクソなんだよ、これが。あ、これ青く光るのが古いやつを。もう、ロジクール。しかも4代目だぜ。だから、もう辛いんだって、機材とかも金かかるとかさ、伝わらねえじゃん。そう。画質いいですね、で終わっちゃうんだもん。あれは？あの天童さんがくれた、あのあるよ、あれはもう、まあ、使ってます。使ってるっつうか壊れ、うなちゃんまに投げられてるからもうダメよこれは。ほらこれでしょ。そう天童さんからもらった。あれ MacBook は？ MacBook ここにあるよ。もう死んじゃってる感じ。いや、もうあと半年以内に死ぬ。動画編集やってるけど、 Mac ってさ1秒ぐらい立ち上がるの知ってる？パッと開けると1時間かかんねえ今。再起動連打ですよ。あ、もう死んでるよね半分。そりゃそうだよ。だってこれ俺配信始める前から買ってるから、もう7年それで仕事してたわけでしょ。そう、もうダメでしょ。それ刺繍がしてあるの？自分でやったね、うん、取り立ての必要、取り立ての付き添いが必要なら読んで。取り立ての人の、いや、この人 の旦那さん、まあ、元旦那さんが、まあ、闇金やってて、でこれちょっと欠けてるんですよ。あ、飛んでる欠けてて、そういうのが楽しい人なんです。あ、そうそうそう。だから下の階に、
あの闇金の取り立てが来ると、うん、もうワクワクしちゃって、あ、笑いが止まらなくなっちゃうって。ああ、そういうタイプか。そうで、その、うん、取り立てが楽しくて、いいじゃんいいじゃん、毎回ついていってたら、うん、持ってかれるっていう。ちょっと欠けてる、欠けてるっていうか、ぶっ飛んでる系、ね、ぶっ飛んでる系の人、ね、なるほどなるほど、そうそうそう、いいじゃんいいじゃん、そうそうそう、うん、好きだよ。買ってみないと分かんないんだ。面白いね。谷さん面白そうだよね。谷さん面白いし、うん、いや面白い人多いよね。多い、あの要はダメな人もいるけど、はい、要はなんかこう性格が良くてぶっ飛んでる人はいいよね。そうそう、まあ浅井さんとかさ、そう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 、まあ、あの人ダークサイドに落ちる時あるけど全然絡んでないわ最近、うん、面白い人がいっぱいいた方がいい。こんばんは山さん。音はこれで拾ってる。そう、だ石の声が小さいから石の側を大きくするために。はい、そう、俺声小さいからな、うん、あ、誰か住んでたとか面白いじゃん。でそいつにインタビューとかさ。あ、でもねカオスが言ってた、あのね石野がこの前空き家が何百万とあってホームレスがいて、うん、なんだこれ日本狂ってるなっつったじゃん、うんうんうん、でその辺にもあるんだよ空き家いっぱい。あるんだ。でカオスが言ってたのが面白くて、うん、日本人って住まないよねっていうの、うんうんうん、外人住むんだって勝手に住むんだ。だからホームレスよりももう勝手に不法侵入して住んじゃうんだって、うん、すごいよね、うん、でもバレないよね多分。まあそれは多分管理の状況によるんじゃないかな。頻繁にやっぱ持ち主が管理を違う違う全然放置放置なんだ。放置だってさ、要は金持ちの人とか家族が死んでとかお父さんが死んでじゃん。そういう状況で家持っててだよ、家何個かあったら行く毎日。毎日は行かないだろうなやっぱ。ただ月1でも行かなくない？半年に1回ぐらいじゃない？半年に1回ぐらい。ああ、だから住み着いてる人間見つけたら古谷実の世界観だよね。ああ、漫画見づらい。漫画買って。漫画ナウシカだよ。ナウシカ。ああ、ナウシカ。読んだ？読んでないです、読んでないです。超面白いよナウシカ。マジですか？上上上。ナウシカ、あそこに一番上にあるんだけど。もうやばいね宮崎駿天才。天才。3分の1ぐらい映画の情報量。あ、そうなんだ。やっぱ映画になっちゃうそうなっちゃうのか。なっちゃう。だってネタバレ OK？ あ、大丈夫です大丈夫です。ナウシカ神を殺すんだよ最後。へえ。ナウシカは神を殺す。アサイを殺す。あー、すーげえ面白い。空き家管理業が伸びてる。ああ、そういうビジネスがあるんだ。そういうビジネスが生まれるんだね。はい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 。だから隙間だよな。隙間しね。でも俺ね、少子高齢化じゃん。子供が減って人口が減るわけじゃん。土地の値段下がると思ってる。要は日本って不動産鉄板じゃん、もう資産として。どんどんマンションとか一軒家とか値段下がって安くなると思うよ。都内はまあそうでもないと思うけど、田舎の方とかもうゴミみたいな値段で売られると思う。まあ実際今そうなってるのかもしれないし、俺だってリスナーのいっちゃんから家買えって90坪で100万円でいいって言われたよ。あ、50万でいいって言われたよ最終的に。ただあの九州なんだよ、だからいいわっつったけど断ったけど、うん、欲しいな。欲しいよね。欲しい。で俺近くにスーパーとコインランドリーがあって、うん、インターネット回線があれば俺別にどこでもいいから。どこでもいいよね、うん、土地手に入れてよな。土地欲しいの。欲しい。土地欲しい。別にさら地でいいわ。あ、俺ほんとさら地でよくて、だから俺そこにテントでよくて、全然、そう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 。欲しいよなぁ。ねえかなぁ、どっかに。でもさ、まあ広めの田舎の方に土地手に入れて、うん、テントで集団で住んでたら完全に宗教だよね。宗教っすね。新手の宗教団体だよね。宗教団体っすね。あー、南海トラフか。まあ、日本に生まれたらもうね、本州地震から逃れらんないよね。逆にテントの方が大丈夫でしょ。
いやだから俺阪神大震災が小学校の2年生ぐらいの時に起きた時に、うん、だ坂口恭平が同じことを言ってたんですよ、うん、なんで家がぶっ壊れるか分かりますかと、うん、基礎を作るからぶっ壊れるんですと、はい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 、あそうそう、あのなんだっけあのお寺、へなんだっけほらすごい有名なでっかいお寺なんだっけ、あれ基礎がなくて乗っかって上に乗っかってるだけなんだよね、そう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 、あの石畑工法っていうんですけど、うんうん、縁が切れてだから動くんですよね建物が、うん、だからぶっ壊れないっていう、うん、っていうことを素朴な疑問で、いや俺同じことを思ったことあって、うん、阪神大震災が起きた時に、うん、テントとかだったら壊れないよね、壊れない壊れない、そう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 、そうだからあと平屋だよね、平屋平屋、うん、どう考えても平屋、あの高層マンション見て絶対倒れるもんね、こんなの怖い、折れる、あ折れるよね絶対、あの多分東京の人ってそんな震度4だったじゃん、あのだ地震ないんだよ、小さいの、成田って地震めちゃめちゃ多いの、あのね折れるよ本当に、折れないよって言うけど倒壊するよタワーマンション、日本中の、あ東京中の、いやだから、うん、その考え方によってはその我々人間なんて自然に勝てるわけがないじゃないですか、なわけがないよ、それを昔の人は単純に知ってたっていうか、うん、勝てないよね、勝てないか、だから抗うっていう方法で、要するに耐震抗うっていう方法じゃなくて、うん、いなすとかさ、うん、そういう方向で考えてたんだと思うんですよね多分、あとさあれが面白い、あの津波って神社の方で来なかったの知ってる、あの石巻市とかあるじゃん、山の方に神社があるんだけど、はい、ピッぴったり神社までしか水来なかった。じゃあそこ考えて建ててる。考えて建ててんじゃなくて、昔の人がここ来なかったよって言ったから神社建てた。要は一回被害が受けて名残として残ってるってこと。あってことあった。経験則で、うん、そう建ててるから、だから理にかなってるっていう昔の人。なるほど。だからこっちからこっち住むなよっていう。だけどそこにやってしまったんだ。うん、やってしまったんでしょ、やつらがね、やつらが、やつらが、あ人間が、カタカナで人間、やつらのセンスで街は塗りつぶされていく、うん、あとはやっぱ文化の崩壊じゃん、アメリカの真似ようみたいなさ、うん、だって向こう地震ないじゃん、でハリケーンがあるから頑強に作ってるわけじゃん、あ竜巻、竜巻、うん、だ日本だから日本のさ、その木とか紙だけとかさ、その鍵をつけないとかさ、すごい美しくない、なんかその日本庭園とか、かっこいいっすよね、あの なんだっけあの将棋打つとことかお茶飲むところ、わかるわかるわかる、縁側、なんて言うんだっけあれ、あれは縁側じゃないかな、縁側だよね、あと土間とかさ、土間わかるわかる、すげえかっこいい、うん、かっこいいっす、ね、合気道の話してない今、あと多分いなすって言ったから、ね、ああそういうこと、あらがうじゃなくて、あらがう、そう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 、うん、まあね、自然災害とどう生きていくのかっていうのを日本人はもっと考えてたよね、昔の日本人は。いや絶対すげえ単純な話で、うん、絶対勝てないっていう真実を単純に受け入れて、うん、あでもね、うん、その話でつながっていい、うん、あのね、地球がそのフィルター溶けるの1万年かかるんですよ、えマジでっていうのとか、あと、はい、CO2 で大気が壊れてるんですよ、はいはいはい、とか、地球温暖化なんですよ、はい、とか言うじゃん、はいはいはい、あのね地球より偉いと思ってるんだよ無意識で、要は俺からしたらだよ、うん、1万年後に溶けんだよこんなもん、うん、でしょ、その要するに時間軸、それ人間基準の時間軸ですからね、そうだから私は汚いの嫌だから捨ててっていう言い方は好きなの、あ分かる分かる、うん、それは好みだ、そうそうそう、好み好み、あごめんねって、うんうんうん、分かる分かる分かるじゃん、分かる分かる、だけどお前なんで地球代表なんだみたいな、地球分かる、で大気も壊れるんだよ、であの復活するのめちゃめちゃ早いのね、実はオゾン層とかもあの地球、あとあの人間が CO2 使って大気なんか壊れねえよっていう、地球どんだけでけえと思ってんだよっていう、お前どんだけパワー持ってると思ってんだよみたいな、どこ目線みたいな、わかる
それめっちゃわかる。すげえ腹立つの。めっちゃわかる、めっちゃわかる。それめっちゃわかる。わかるでしょ。そうそうそう。そういう話でしょ。そうだから、そういうのがムカつくんですよ。そうそう、間違ってる正義感なの。そうだから単純にお前の好みの問題だろっていう。そういやだ単純に俺がムカつくからお前働けは俺いいん。そう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 。俺が気に入らないから、お前働け。うん、だけど、うん、こいつら違うんですよ。そう。あ、正しいとか。さ、こういうの、うん。世間で認められるわけないさ。社会が言うから。そうそうそう。あのね、俺、これね、評論家とかでも使うやついて、社会とか世間とか言ってるけど、お前の意見だろって。そうそうそう。だよね。そう。そう。だから、そう。叩かれないように、そう自己防衛してる。社会はとか世間は、常識的に考えてる。そうそうそう。ムカつくよな。ムカつく。だから、俺が気に入らねえから働けば俺分かる。分かる。分かる。でも働かない。働かない。働かないけど、そう。それは俺、受け入れるんですよ。赤が好きとか、赤が好きとか、緑が嫌いとか、それと一緒だから。わかるわかる。だから、まあ、会話はできるよね。ブロックの基準じゃないんだよね。違う。お前そう考えんだ。そう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 。そうわかるわかる。そうやって言えよと思う。俺もそう思う。そう。でも変な突っかかり方してくるからね。そう。いや、わかるんだよ。うん。わかるの。で、俺と石野は、実は根本的な疑問とかすごい通じてる部分はあるのよ。要は、何これとか、わかる、土台は一緒の。要は、なんで家賃払うのとか、その3900円かかるっていうのは、高いって意味じゃなくて、俺は、なんつうんだろう、その社会システムがおかしいってことだ、俺らが言ってんの。要は、なんでこんなもんに価値がないのに4000円も4時間でかかるんだとか、一緒なんだけど、アプローチが違うの。俺と石野は。そう、答えの出し方が違うの。土台のクエスチョンは一緒なの。そう。例えばね、みんな知らないかもしれないけど、不動産を投機目的で買っては違法なんだよ、この国って。あ、それ坂口教授が言ってた。そう。あの、法律で書いてあるの。だけど罰則がないんですよ。そう。法律的には違法なんだけど、要は罰金もなければ罰則もないからやりたい放題。だから不動産投機は絶対やっちゃいけないことなの、この国は。だから不動産屋、日本中の不動産屋。違法。全部違法。全部違法。だけど罰則がない。罰則がないから、グレー。グレーじゃないよ。ブラックなんだけど、罰はなし。これ吸い殻どこにしてるわけですか？吸い殻吸えくるよ。あ、ごめんなさい。そう。リスナーと戯れつ。いや、もう本当にそれでしょ。石野さん、もっと清潔だったら本当好き。いや、だけどね、ここ、最近はちゃんと風呂入って歯磨いてってやってたんだけど、この前の警察を境におかしくなっちゃって、また2日ぐらい風呂入ってなくて歯磨いてないんですよ。あ、もう警察にリズムを狂わされたんですよね。それまではちゃんと毎日風呂入ってってやってたんですよ、ちゃんとサウナとか行って。はい。全国の不動産屋は犯罪者集団。そうそうそう。え、何でしたっけ、新しい文鳥。ペコ。あ、ペコ。ペコ。あ、俺さ、来年配信やめようと思っててさ。え、どうやって食ってくるんですか。いや、これまだリスナーに話してないんだけど。もう聞こえちゃってますよ。シャカ、久しぶり。ハゲたな。そうなんだよ、これ病院連れてくも止まんねえんだよ。あのサプリあげても日光当てても包丁しても、もう原因が分かんない。でパートナーがいないからだと思ってペコ来たんだけど、それでも余計ストレス溜まって余計ハゲちゃったんだよ。ペコ、メス、オス、オス。あ、最近分かった、メス。シャカメス。シャカさん LINE したんで暇あれば。あ、了解です、ありがとうございます。よいしょ。こうだって、もともと吸ってたんだよ、ずーっと。それが重なって積もって、わかんねえ。ちょっと病院連れてって医者に聞くわ。うん。それでタバコだって言われたらなんかマジかと思います。まあしょうがないなって。いやいや、しょうがないでしょ、タバコ吸う家に来ちゃったんだから。シャッカー、ハゲちゃったな、お腹が。覚えてんのか俺のこと。覚えてるでしょ。
ってこ。うん、ありがとうございます。いや、なんかその俺はいつも思うんだけど、なんかその配信特有のノリよりもなんかこういう風に対談してる方が面白い派なの、うん、そっちの方が面白いんだよね普通に。専門病院ある？埼玉に、うん、ちょっと探すわ。すみれさん、タバコかもしんないからね、うん、かもしれない。わかんない。ただタバコの煙が届かないところに移動するわ。まあまあ空気清浄機、空気清浄機買うか。わかんない。普通に話したいんだよね。普通に気の合うメンバーと、なんかその何かをやらなきゃっていうプレッシャーがバカバカしい。あ、だから俺最近タイトルを変えて、うん、ちょっとそれっぽくしてるっすね。何日目でしょう。そう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 。ドキュメンタリーだぞっていう。うん。だってさ、その、なんだろう。なんか、そのテレビっぽくなってきてるじゃん。どん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 配信が。だけどさ、こんなのテレビ電話みたいなもんだと思ってるの、俺は。テレビ電話？要はツール。配信イコールテレビとか、配信者イコール芸能人だと思ってる人いっぱいいんのよ。だけど俺からしたらただの電話とか電卓とか、うん、IH クッキングヒーターとかと同じで道具でテレビ電話が近い、うん、なのにその配信者はこうあるべきだみたいな、はい、え、何ソロ版2級はなんか何あの人として生き方を間違ってはいけないとかそういう話みたいな。よくわかんねえわっつって配信者に向いてないって。そう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 、向いてないって何みたいな。カセットコンロに向いてないって。ないよ、困ります。意味がわかんないよね。お前フライパン使うなよみたいな。お前フライパンかわいそうみたいな。なんだこいつらみたいな。よくわかんねえわみたいな。変な宗教みたいな。わかる？配信者に向いてないとかさ。そう、閲覧がかそってるけど大丈夫、フライパン小さいけど大丈夫と同じ。だからその電卓あんまりゼロが入らないねとかさ、桁が少ないよとかさ、なんだこの会話みたいな。病気だろこいつらみたいな。普通にやろっていう。普通に、うん、いや笑うよね本当に、うん、いやだから普通だから、そこに面白い人間がいるか面白くない人間がいるかだけだと思ってるの。ただ面白いやつは面白いじゃん別に、電話で話してても。そう、うん、そうですよね。面白いやつはいつでも面白い、面白いからそう。いや癒されて、本来の使い方はそこなんだよ。謎た、俺らはうさばらしと暇つぶしのプロだから。ペコはなんでペコなんですか。のんちゃんが名前つけて、なゆたっていう子がいたの、はい、あの迎えた子がいて、はいはいはい、あの俺が寝てる時踏みつぶして殺しちゃって。マジっすか。そう、話し飼いにしてたんだ。話し飼いっつうか、あのヒナだったから飛び始めちゃってて、はい、カゴから出ちゃったのよ、ーケースから、はいはいはい、でいないいないっつったら布団パッてめくったら、そうでものんちゃんへこんで2日間ぐらい口も聞けなくなっちゃって、で俺もへこんでもう号泣してて、のんちゃん帰ってこなくなっちゃった、家に行って。そんなことなかったから1年間、あのんちゃんもう俺と付き合うの嫌になっちゃったのかなと思ったら、放送終わってのんちゃん帰ってきたってなって、あよかったねっつって、ででものんちゃん口もう塞ぎ込んでて、でそしたら夜中寝てる時もう俺悲しくて泣いちゃって、一人でごめんねのんちゃんって言ったら、そう、ナユタって名前だったんだけど、ナユタは生きてるって言い始めたの。のんちゃんが。うん。え？みたいになって、ついにぶっ壊れたと思って。まあぶっ壊れてたけど、やばくなったと思ったら、ペロってめくって、東京中のその、ペットショップ探して、で、白文章だから真っ白な文章なのに、クリーム色じゃん。ちょっとこれひなだからあれだけど、もっとクリームになるのね、うん、全然違うんだけど、なゆた生きてる、なゆた生きてるっつって、なゆたなゆたって言って、もうででもほら
生き物でさ、別の生き物だから別の名前つけてあげようっつって、でのんちゃんが今度つけてあげてっつったら、そのあの映画ピンポンってわかる？あ、わかるわかるわかる。あれの主人公はペコ。あ、だから久保塚だ。そうそうそう、うんうん、だから元気がいい名前で元気に育つように、なんか元気な名前ないっつったらペコがいいっつって、うんうん、のんちゃんがペコにした、うん、なるほどね、うん、いやえぐかったよ、もうほんとかわいそうなことしたよな、ヨタには。うん、いや、今あの桜の木あんだ、あそこに裏に、あの神田川の知らない、あるんだ、うん、あそこに埋めて夜中、藤谷のペコじゃない？いや、だ俺も藤谷かと思った最初、うん、卓球のペコだね。でも本当終わりがねえかんな。終わりがねえって言ったらもう30だよ。折り返したんだよ。まあ60だと考えると折り返してますよね。うんうん、どうすんの？倍。俺、石野は死ぬとき絶対に、あれだと思うよ。死にたくねえって言うと思うよ。いや、言うんじゃないかな。こんだけ死にたいって、誰よりも言ってきた男が、うん、俺だからお前が死ぬ時は俺そばにいるから大丈夫だよ、お前が死にたくねえってもう本当に悲しんで号泣しながらのたうち待ってるとこ、俺ゲラゲラ笑ってあげるから。そういうところなんだよな、欠けてんだよマジで。いや面白いでしょ、本当に欠けてんだ。お前死にたいってさ、おめでとうって、やったじゃんって。そういうところだよな。俺コーヒー買ってきていいですか？いいよいいよ。 ありますね、まだ。あ、俺も買ってきてるじゃん。本当ですか？はい。のりこさんはドリンクは大丈夫です。大丈夫ですか？はい、どこでしたっけ？ね、羽衣湯の入り口のところに伊藤園の伊藤園のあと自販機ですよね。わかんない、あの羽衣湯の入り口にある。あります。うん、タリーズ。了解。はい。いや、石野面白いな、やっぱな、石野の思想は面白いよな。死ぬ寸前でやりたいこと、おっぱい触りたい。あー、おっぱいか。死ぬ寸前に何やりてえかな。俺、配信をつけっぱで死にたいっていうのは俺の夢かな。みんなに見とってもらいたいかな、マジで言うと。その、死ぬ瞬間まで映して、たくみさんが YouTube に動画アップロードするところまでやってもらいたいかな。たくみさんは泣きながら、和道疲れっつって。うん。はい、若津。いや、面白いよね。才能の塊だよね。いや、さらに、のんちゃんがいるからね。浅井さんとかね。いや、バンじゃないんだよな、そこは。俺ね、死ぬところはちゃんと教育として見せるべきだと思ってるんだよね。教育っつうか、一人の人間がこうやって、別に死ぬことは悪いことじゃないから、誰もが迎え入れなきゃいけないことだから、なんでその、俺ね、子供の頃、幼稚園の頃、今でも覚えてて、なんで大人って死ぬことを隠すのってあの、お母さんに聞いて、その質問はしないでって言われた。それ世間でも言わないでって。学校でも言わないでよ、そういうことって。なんで？死ぬのを隠してるって。僕死体見たことないよって言って、なんか、気違い扱いされたね。3353コマ。で、大人になって俺は、分かったの。なんで、死体の焼いて、死んだ人間を焼いて、さらに重たい石で封印するんだよ。あれね、盾祭ってんじゃないの。人間の潜在的に焼いて、ね、さらに骨にして、石を乗っけてるんだよ。あれ封印なんだよ、あれ。俺の解釈はそうなの。人間は死ぬのが怖い。でも忘れて白状にもならないから年に一回しか会わない。ね。だから人間は死が怖いから死を遠ざけてる、無意識で。潜ってみてたの？コメント打ってね。3353こんばんは。俺はそうだと思う。うん。あの、怖いんだよ。自分にも来るのが。だから忘れよう忘れようっつって、あんな重たい石、ひっくり返せない石を上に乗っけるんだと俺は思ってる。うん。そうじゃなくて、もっと身近にあるものっていうか、うん。あ、ワド死んだわ、みたいな。寂しいね、みたいな。別れたの？ああ、次の出会いだよ。
次の出会い、出会いがあったら別れがあるから、うん、出会いがあったら別れがあるから、うん、次会う人はもっといい人だよ、俺はそう思ってる、うん、実際そうだし、次出会うパートナーはいい人、うん、墓いらないよ。ただ一個思うのは、なんか俺の、例えば俺が死んだら俺の骨をみんなで砕いて丸く研磨して、こうやってパワーストーンにしてほしいね。和道グッズ、最後の和道グッズで、アクセサリー、骨砕いてペンダントに入れて、ペンダントに、ありがとう、ペンダントするとか、うん、そういう感じがいいね、俺は。うん、いや俺日本の仏教なんか、仏教と何の関係もねえと思ってるもん、あんなカルトだよ、うん、仏教ですか。別にゴミにしてもいいんだけど、うん、いやだからね、骨でなんか作りたいっすよね。そう骨で。いや人間って死が怖いじゃん、はい、でね、なんで世間が死を隠すかって、ほら人間を焼くんだよ、死体を、はい、骨にするんだよ、で骨の上にさらに封印であんな重たい石乗っけんだよ、あれ怖えから封印してんだよ。いやだからだってさ、本当に亡くなった人を供養するのは毎日行けよって思わない？年に1回だけ、要は自分の都合のいいように、エゴいっていうか、うん、ライライさんこんばんは。まあだから家に置いておけばいいじゃんね。いや死体そのまま飾っとけんだよ、吊るしとけよそのまんま。いや本当に亡くなった人のこと思うの、なんかミイラにその辺に吊るしとけんだよ、釘でバーンバーンって打って、キリストみたいに。そうっすよね。そう、燻製にして置きゃいいんだよ、その辺に置いて。でおはようっつって、ああ死んでたわっつって、で忘れないからねって声かけて。いやそうでしょ、うん、怖えんだよ死ぬのが、死体が怖くて怖くてしょうがねえんだ、うん、俺怖くねえもん、うん、いやそうでしょ。そうっすよね。そうだよ、その辺に浴槽とかに転がしとけばいいんだよたまにお風呂一緒に入ったりとか。まあホルマリン漬けとかもありますからね。食うとかね。あ、まあ食うのはあんま良くないか。うん。邪魔だよな。いやだからそういうことでしょ。邪魔なんだよ。そうだよ。邪魔だから燃やすんでしょ。そうだよ。結論それで、なぜとはいいこと言ったら、そうだよ。邪魔なんだよ。邪魔だから、だから。そういうことでしょ。そういうことか。そういうことでしょ。いやいや、だから燃やすんだ。でしょ。でもなんか出てきたら怖えから石乗せて、重いの乗せて出てくんなよっつって、で年一回会いに行くから、だからこれでいいわけっすもん、ね、だから俺飾ってるじゃん。そうそう、これでいいんだよ。そう、こうすりゃいいんだよ、こうやって。のんちゃんおはようっつって、こうやって、うん、そんなだからスペース取らないんですよ、ね、取らないよ。だけど邪魔だから燃やすっていう、うん、新しいよね、うん、いや面白い。いやそういうことだよ。そういうことなんだ。そういうことだと思うよ。だけどそれを言ったら世間がって言ってまた始まるんだよ。始まるから世間がとか社会が、世間がっつって、なんかなんつうの、また変な宗教が始まるんだよ。だからそうっすよね。そう、世間体みたいなのが。ありがとうございます、ゼリーさん。花火ありがとう。土地の大きさもあるだろうけど、何なんだろうな。だから面白いのは、日本って幽霊が出るけど、アメリカは全部ゾンビなんだよね。墓からほら、生身を持ってるな。燃やさねえから。腐敗した。うん。そこら辺に巻こう。それ犯罪なんだよな、でもな。おはよう、こんばんは、マスさん。うん、だからこれすごい深い話。深いよ、深いよ。だけど、多分そういうことっすよね。邪魔だから燃やす。燃やすんだよ。邪魔でしょ、だって。ですよね。うん、掃除機とかかけるときとか、うん、めっちゃいちいちめくったりとかしないといけないですもんね。そう。あと、毎日号泣したり。ですよね。あなたってなるわけだから、やっぱいるんだもん、生活に支障をきたしちゃうでしょ、メンタル的にも。はいはい、職場とか。臭いしね、やっぱり。臭いし、仕事でミスしたりとか。うん、もうあるよ、そう。仕事だから。ミスは分かんないけど。
結局邪魔だから邪魔だから燃やすんだよ。さ突き詰めるといろんな深いその愛し合ったとかクリスマスの日とかなんかお父さんに挨拶したとかいろんなことを省いて省いて省いて最後は一番の根っこは邪魔だからもう安い。そう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 。だから俺らみたいなのってみんなはこっちが聞きたいんだよ多分、うんうん、そう綺麗な話、うんうん、あの人はとはこんなことがうわーたかしーみたいなのが聞きたいんだけど俺らは邪魔だよねっていう邪魔だよね。そうそうっすよ、ね、そこが俺らが嫌われるところなんだよ多分根本的に。そういうことか、うん、確かにそうだよな。骨でも結構邪魔だよねだからだったらペンダントとかみんなでこう数珠に骨削ってせめてこことかぐらいだったらいいと思うの俺。うん、石野元気か石野、うん、石野おにぎり食ってるか、うん、シーチキンうまいか石野、うん、石野、うん、寒くねえかってことね。ですよねそれでよくね。それでいいんすね、うん、お墓参りが、うん、だからまあ一人分空けそのスペースを作っておいた方がいいっすよ、ね、そう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 死んだ時用に死んだ時用に、うん、そしたらのりこさんはここの前に立つ感じ。そうスケさんの前にのんちゃんが立つ感じ、うん、あのりこ先に死ぬ前提なの。ああそっかそっかそう和藤さん俺の可能性もあるからああそっか、うん、埃かぶって掃除してやらなきゃならないし。そうだよ。いや冒涜ではないんだよな。だから俺らは冒涜してるようにやっぱ見られちゃうんだよ。いやだからすげえ深いこと言ってると思う。実は、うん、いや深いんですよ。そういや実はね、うん、すげえ単純なんだと思うんですよね。そう世界ってそこにそう理由をつけてんの。そう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 すげえシンプルなんですよ。そう実は邪魔だからとか。そうあのね例えばなんだけど俺とか石のこと嫌いっていう人いるじゃん、うん、で理由を言ってくるじゃん。そうそうそうそれ違うの。いらないの。生理的に嫌いなの。ただ嫌いなの。そう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 なんか、そう、そう、お前の理屈っぽいところ嫌いとかじゃないの。いいの、いいの。いいの。嫌いなの。嫌いなの。ただ、ただ嫌いなの。それでいいから、俺らは。そう。そう。めんどくさいの。ただ、ただ、舞茸が嫌いなの。そうそうそう。理由なんていらないの。そう。そう、いらない。舞茸が嫌いなの。そう。それだけ。好きとか嫌いだけなの。そう。そう。そこに理由くっつけるんですよね。バカほど。そう、バカほど、バカほど理由。バカほど理由をつけるの。そう、バカほど。バカほど理由つける。理由つけるの。ただ嫌いって、それだけでいい。そう。いらないんだよ、理屈は。その通り。その通り。本当に。本当にそう、バカほど理由つける。そう。本当にそうだわ。うん。シンプルな方が楽しいのに。すげえ単純なんですよね。あ、ズワイガニいらっしゃい。いやいやいや、そうでしょ。じゃあ分かった。社会のね、今死の問題、お墓問題でしょ。で住居の問題、要は建物の問題。次どこ行くよ。もう全部俺らが答え出しちゃおう。もうこの枠で。じゃあ教育、学校教育。教育難しいよな。教育について語ろう。石野。え、最初学歴どこだっけ。僕はだからここ中退なんで中卒ですよ。1年未満で辞めた。1年2ヶ月ぐらいでいいかな。お前中卒なの。あ、だからか。あ、分かるわ。中卒っぽいもんねこいつ。いや、いやもうみんな思ってるよ。ああ、だからか。ああ、思ってるか。大学出てるリスナーはもう、ああ中卒っぽいわこいつみたいな。教養ねえ顔してるわーって思ってるよ。やっぱそういう顔してんのかしてる漢字と算数とある程度の歴史でよくない。歴史は俺、あ、いいとこ行った。歴史ね、ね、ネアンデルタール人がいて、縄文人がいて、ね、何々時代、何々時代、アスカ、ね、平安、ね、ね、で、第二次世界大戦があって、でこ近代まで来て、で、今がありますよ、うん、教えんの逆じゃね。順番だ。2年前に何があって、5年前、10年前、20年前、100年前って教えないと、 あの縄文土器作ってましたっていう情報いる。あの
は必要ないかもしれない。これなんで近代史から教えるべきなんじゃないの。あ、でも小学1年生に近代史からで高校生ぐらいになってネアンデルタール人は意味ね、どうなんだろう、なんつうんだろう、なんか教え方逆じゃねえかなって思うんだよね。いや、だから俺が思うのは、うん、そのデッさんありがとう、こんばんは。よくわかんねえな。教育やめるか、教育にメスは入れんのやめとく、いやだけど、うん、俺思うのが、うん、あの安倍っているじゃないですか。安倍ね、安倍晋三、うん、俺安倍信じてないんですよ、うん、はい、あれはだからアバターだからね。あれアバターっすね。あれアバターだよ。だけど、いやだから俺和道さんとも前話したことあるんですけど、うん、俺アフリカ信じてないんですよ。いや俺も信じてないよ、はい、だけどみんなアフリカ信じてるじゃないですか。そうだから俺ね、俺だから違うんだよ、募金で言うの、はい、俺本当に言うんだよ、はい、アフリカの子供が飢えてます、募金お願いします。アフリカないじゃない。ないよアフリカないし、安倍っていないじゃん。ないよ。あれ、安倍って CG じゃないですか。そう。で、そいつに聞くのよ。はい、ねえって、はい。アフリカ行ったことあんの、はい、ないっすっていう。うん。じゃアフリカね、飢えてるって、お前、俺に募金迫ったよな。飢えてんだろって。アフリカ行ったことないのないのですよね。あるないっす。ないでしょ、はい、って言われんのよ、はい、意味がわかんないの。意味わかんない。意味がわかんないの。だってアフリカにがまず行ったことないんだ。 ないし、そう、アフリカに子供たちなんていないんだ。ないし、そう、うん、そうですよね、うん、なんならフランスも疑ってるよ。ないよフランスも。だし俺地球が丸いっていうのも俺嘘だと思ってるんで、うん、あ、そう、はい、その通りだよ、その通りだよ、はい、見たことねえだろって。ないよ。 それをそう教えるんですよね。そう、やめてくんないと思うんですよ。もっと言おうか、1たす1、はい、2じゃねえから。いや、2なんじゃないですか。違うんですか。違うんだよ。1たす1は2じゃない。お前信じてんの ?1 たす1。嘘だろ。お前信じてんの。いや、1たす1は2でしょ。いや、1たす、いや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 、ちょっと、まずじゃあ説明しますけど。うん、説明しますけど。うん、1。うん、1っすよね。1たす1、うん、ね、タバコが1本、うん、タバコが1本、うん、全部でタバコは何本ありますか。わかる。2本、概念なので、それの数値化は合ってるんだけど、はい、量子力学的に不安定の。だから1っていう概念は移ろいでいくの。あー、なんかもうでしょ、わかんなくなるでしょ。わかんない。だから正確に言うとなんだけど、そういう突き詰めた科学で分かってることで言うなら、1たす1は2でもないし、うん、なんなら1、お前にとっての1と俺にとっての1ちげえから。ああ、もう分かんなくなってきた。ああ、もうやめよう、うん。募金の7割、そうだよ。だって、あのさ、しかも二重取り問題分かる？募金ビジネスを。分かんない。俺が NPO やるから。はい、石野くん超いい子ね、はい。世界平和願ってて、はい、飢餓をなくすのアフリカの。はいはい、で、もう尋ねるじゃん。ボランティアやらない？はい、やります。はい、ボランティア行くじゃん、はい、で募金箱に、1日休日使って1万円入りましたと、うん、これどうする石野くんは。俺昔募金詐欺やったことあるんですよ。続けたまえ、もっと声を張ろう。募金詐欺、募金詐欺、ね、東日本大震災が起きるちょっと前に、あの海外ですげえでけえ地震があったんですよ。スマトラ沖かな、ちょっと忘れちゃったんだけど、うん、でそれを東京駅とか上野駅とかいろんなところ歩いてやったら1日1万5000円集めて、もう全部がめましたけど、まあただそれだけなんですよ。え、それどれくらいやったの、何日間やってたの。いや1日です、1日。え、何、どんな感じでやった、まずなんでやろうと思ったの。詰まっちゃって、 いろいろそのバックボーンから入って生活に詰まっちゃったんですよ。その時僕あの働いてなかった、働いてなかった当時もね、うん、でその時台東区に住んでて僕、うん、うでもう詰まっちゃって、でその時にまあちょっとまあルームメイトみたいな人がいて、うん、きついっすねつってこれ募金やるしかねえだろつってやりますかつって、1万5000円集まりました。どんなプラカードとかさ、なんか箱とか。いや、箱はなんかね、結構適当な箱で
適当な箱で、でそこにあの印刷でそのなんとか自身義援金みたいな印刷してでこんな確か持ってもうすげえ声張って1万5000円集めたんですよね1日で。いやまあそれはどうでもいいんだけど、だ俺ももうだみんなアフリカ信じてるじゃないですか。でベッキーっていないじゃないですか。あ CG じゃないですかベッキーって。ああ、だと俺は思ってるんですよ。だからあれだよね、最低な話で、はい、あまりお前よくそれで水鉄砲ムカつく助けてくれって、はい、よく言えるよな、はい、お前、はい、本当に、はい、すげえわ、はい、いやだけど、うん、そのなんていうのかな、自分の人生の視野にいる人ってるじゃないですか。例えば別に和道さん、いやそうだよ、和道さんだから本来そうあるべきなんだよ。和道さんもそうだし、そうだ和道さん例えばのりこさんとか、うん、そう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 、浅井とか有田とか、のりこさんが、うん、なんか目の前で、なんか例えば泣いたりとかしてんのに、うん、CG の話をしだすやつがいるじゃないですか。いるいるいる、ベッキー CG なのに。だから放送でね、便所さんがこう言ってるぞ、はい、どれさんがこんなとか、もう俺似てる話だと思う。あそうっすよね。そうじゃなくて俺と向き合えよって。まあそれもそうだし、そのまず自分の人生の視野にいる人が大事じゃないですか。そうそう。でなんで、うん、アフリカないのにアフリカ行っちゃうのって話だと思うんですよ。いやそう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 、いやお前まず親に金入れろよって。まずどれくらい入れてんの。国保代の1ヶ月分と携帯代。いやちょっと待って、国保代の1ヶ月分を親に入れてるってどういうこと。いや今まで親にあのママポで。いやそうじゃなくて、ママ、それは自分で払うもんじゃん、30なんだから。自分で払うもんなんですけど、だ僕の場合ちょっとママポっていう制度があるじゃないですか。僕の場合は今までだからママポで立て親に入れてんじゃなくて、お前が払わなくちゃいけないものをお前が払ってるんでしょ。払ってる払ってる、そう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 。いやだから違う、人生の視野にいる人間が大事なわけじゃないですか。そうだよ。でベッキーは CG で、うん、アフリカもなくて、うん、アフリカに子供たちもいなくて、いないよ。なんでCG の方にお前は、そう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 、心血を、そう要はね、そう石野が食えないってなってると、はい、でアフリカに俺は募金してると、はい、いやそんなに石野に花火投げろよって感じだよ。そう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 、本当にそう思わない。そうそう、だってアフリカなんてないんだもん、関係ないんだもん。アフリカに友達いるのってさ、いないって言うんだよ。行ったことあんの、うん、ない。見たことあんのってない。ないで、じゃあアフリカ信じてる根拠はって、根拠ないんですよ。でアフリカにお金は振り込んでる、振り込んでる。石野に花火はあげない。そう俺いるんだぞ。いや俺ね、これね、石野と会ってリアルだよ、これ放送外なんだけど、これねすげえ面白い話があって、二人で新宿歩いてたんだよ、こうやって。で暇だなーとか言って、そうっすねーみたいな。そしたら新宿の駅前にでっかい犬がいて、すいません、新宿の皆さん、恵まれないワンちゃんが困ってまーすって言ってたの。募金お願いしますって言ってて、みんなワンちゃん撫でながらかわいそうにって、どっからどう見ても健康の犬なんだよそいつは。もうめちゃめちゃ毛並みが良くて、なんならもうツヤツヤなの。その時石野がって言った。どうした石野って言ったら、なんで俺がニコ生で金くれ、苦しい、家がねえ、携帯代も払えねえ、こじきって怒られるのに犬はオッケーなんすか和道さん。なんで犬が良くて俺はダメなんだっつって犬に嫉妬してたからね。うん、マジだよ。だけどそう思いますよね。いや、いや俺その時にすげえと思ったよ。うん、石野の感性すげえと思って。いや本当に犬に負けたんだよ。あの時は。負けたんですよ。あの時はね。そう。うん、で、そこに、うん、そう、いや、ほんとね、うん、そう思いますよね。いや、マジでマジで。犬は合法で石野がやると違法だから。そう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 。犬は合法なんですよ。犬は合法なの。で、石野がやると違法になる。違法。イリーガル。イリーガルなの。イリーガル。向こうがリーガル。うん。いや、どうなの。いや、どうなのマジで。うん、同じじゃんやってること。うん。
そうそう、やってること一緒なんだよ。むしろね、本人が言ってんのがリアルだよな。俺食えねえっつってんのもんね。そう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 。うん。そうっすよ。俺にそんな通訳の人間なんていないっすよ。いない。間に入ってないんだよ。そうそうそう、うん。犬なんてただ黙ってるだけなんだよ。そう。いや、おめえが勝手になんか犬の気持ちとか言ってんじゃねえよ。そう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 。そうそう。もっと言って、そうだよ。そう言えばそうだよ。犬の言葉わかんのかって。そうだよ。本当に。うん。ね、うん、その犬だってめっちゃ懐いてたもんね。ふわーって可愛い犬で、ね、うわ、超もしかしたら楽しんでるかもわかんないじゃないですか、うん、だから想像で、そう、想像で言ってんの。そう、まあ、魔法使いかって犬の言葉わかる。いや、想像っていうかもう金引っ張るための口実なんで、犬をバカにすんなって。犬を好きな人からしたらそう思わない？本当に犬を可愛がってたり保護してる人をバカにしてるわけじゃん。てかなんで俺が知りもしない犬に金渡さないといけないんだよな。本当ですよね、うん、犬が自分で言ってんだったらわかるけどね。助けてワン、助けてワンとかって言ってるんだったら、食べたいワン、食べたいワンとかって言ってんだったら、犬喋ってねえんだもん。なんでおめえが喋ってんだと、おめえ犬かって、うん、変だよね。本当おかしいっすよね、うん、まあ、可愛くないからだ。おタレント犬か。いや、俺ね、あとね、金ももういらないと思ってんだよね。あのね、俺金から自由になりたいんですよ。じゃあ金っていう制度やめないもん。じゃあもっと根本的なところが。制度をやめるんだ。そう。自分が下脱するじゃなくて。うん。自分のお金物々交換で良くないって思うんだけど。あのあるらしいっすよ。何が？代々木公園に。何？物々交換のカフェ。代々木公園に、うん、テント村っつって、テント村、はいはい、あの要するに、うん、勝手にホームレスの人たちがそこで集落を作って生活してるところがあるらしいんですよ、うん、でそこに芸術家の人もいて、うん、絵描きかなんかの人もいて、だから川端先生でしょ。いや、川端先生もいるんだけど、じゃなくて、うん、別の人が別の、もう、うん、もっと全然、あ、なんていうのかな、うん、そのなんていうのかな、うん、そのだから面白そうだからホームレスになったみたいな、いう人たちもいて、うんうんうん、で、その人たちがカフェやってるんです。カフェ、はあはあ、で、そこは貨幣っていう概念が存在しないから、貨幣がない、うん、だから200円渡してもコーヒー飲めないんですよ。ほう、何かを差し出す、お金以外の。ほう、っていう。そこ行こうよ。行きたいっすよね。明日行かない？明日暇だから、はあ、場所わかんないけど。俺お前を差し出して俺コーヒー手に入れるけど大丈夫？ちょうどコーヒー一杯分ぐらいにはなると思うから。何を出すんだって言われたら、いや、こいつを出すと。人身売買だけど大丈夫。それ以外方法がないんだけど。それやめてもらっていいか。じゃあだから 俺が差し出される方で、お前俺のこと売ってくんね。お前コーヒー飲めるから。いや、だからそしたら、うん、俺はコーヒー一杯に出して、例えば だからじゃあそれこそ、うん、ギターが弾ける人は、うん、ギターを弾くのかもしれないし、踊れる人は踊るのかもしれないし、だから俺だったら何なんだろうと思って。何、どうする？コーヒーすげえ難しくないですか？いや、俺はお前を差し出すよ。で、もし断られたらコーヒーの価値もないってことだから。わかる？なかなかないよ。コーヒー一杯って、あの多分エジプトの奴隷とかでも、多分インドの奴隷とか以下だよ。それどう？試してみない？誰かこいつですって。いや、だけどあるらしいっすよ、うん、だって俺が店やってる時に、一日店長やってもらった時に、無理っすわ、俺がグラス洗う意味わかんねえって言ったんだよ、こいつ。グラスが洗えないっすって言ったの。いや、給料出すよって。いや、もう無理ですわっつって、うん、あの時は無理だった、あの時無理だった、うん、なんだろうね、ベーシックインカムどう思う？いいと思いますよ、ベーシックインカム、うん、でもベーシックインカム、生活苦しくなるよ、弱者は。苦しくなるんですか？だって物価上がるじゃん。物価上がるのか、うん、いや、だけどなんで働くって、うん、働きたいから働くわけじゃないですか？違うよ、みんな。違う、生活が怖いからだよ。要は、なんとなくで働いてんだよ、みんな。
だって働いても得。ああ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫。働いても意味ないもん。じゃあ自分の生活を守るのが、要は崩れるのが怖いから働くんだよ。あと親に働けって言われたから働くんだよ。うん。ただそれだけだよ。いや、いやだけど、うん、違う、本当は、本当はさっきのすごい、いや本当はだよ。いや、すごいシンプルじゃないですか。だからその、なん突き詰めて言おうか、じゃあ、分かった、分かった、分かった、いくよ、一言で言えばいいのね、はい、うん、怖いからだよ、怖いから働くんだよ。いや、だけれども、うん、その、怖いから、まあ、怖いから皆さん働いてるのかもしれないけれども、うん、働きたければ働けばいいよねっていうことじゃないですか、うん、実際問題、うん、行動原理として。そうだよ。じゃあのんちゃん働きたくねえから働いてねえじゃん。家でずっと寝てるよ。働いてねえじゃん。俺も働いてねえぞ。俺もお前もここにいる3人全員働いてないんだよ。それでのんちゃんあれだよな。3人働いてないよ。働いてないっすよ、ね、うん、そういう風になってんじゃん。なってるか。なってるでしょ。働いてないの3人も部屋の中にいるんだよ。なってんだ、なってんだ。で、シャカとペコもカウント入れたらこいつらも働いてないよ。働いてないっすもん、うん、あ、なってるわ。なってる。ごめんなさい。ここにいる生き物全部働いてないよ。なってる、大丈夫だよ。お前の理想通りになってるから、うん、だってそんなことある、うん、こんだけ生き物がいて 100% 働いてないんだよ。、うん、大丈夫だよ。なってたわ、うん、なってる。うん、ごめんなさい、なってます。なってるの、うん、そう正しかったわ。正しいの、うん、うん、うん、すごい、全員働いてねえんだ。全員働いてないでしょ。いや、だから世間一般的に言う概念的には働いてないでしょ。俺は働…ああ、子供か、子供か、びっくりした。女の人と、分かんなくなるよね、子供の規制って。ああ、それくらいいたし、代々木公園でどれ、あの、そこ、中央公園どれくらいいたって言ったら200人いたって言ったっけ、有田さん。有田さん200って言ってたよ。うん。まあ、いただろうね。だって、派遣、俺が生活保護になった時、新宿駅に、歯科医にだよ。この方向だけでだよ。駅の構内。ここに200人、段ボールだよ。で、振り向いたら200人いるんだよ。もう地獄絵図だと思ったもん、俺。びっくりしたよ。ここ日本かって思ったもん。やば、うん、もうないのかな。何がオープンカフェないのかな。まあまあまあ、国が撤去しろって言うんじゃない。何が、あ、まあ、うん、営利行為はしてないしな。いや、だけどすげえクリエイティブで面白いと思うんですよね、その考え方。物々交換、物々交換いいよね。何を差し出すんだろうって。物々交換やりたいよな。物々交換企画やりてえな。わらしべ長者、わらしべ長者 は、ね、なんかあの目的として高いものが手に入ってよかったねみたいな話さ、はいはい、そうじゃなくてもう本当に交換をひたすらするっていう。本当の交換、本当の、うん、別に悪くなってていいみたいな。あ、本当の交換、ね、そうやりたいね、ちょっと。え、私の母親がおかしい。え、何の話？3353、うん、2005年には小川さんって人がやってたみたい、物々交換カフェ。はー、で多分その人が絵描きだかなんだか物描きだか、ちょっとアート系の人で、うん、多分、うん、ね、彼女は作らないの。ずっと俺女いないけど、出会ってから。いや、だけどこの前あの初めて の、 あのオフパコ続けたまえ、はい、初めてのオフパコ。初めてそれがあの谷さんさっき。いや、だけど結構あ、ね、本人は言っていいって言ってんの。あ、そうそうそう、もう結構公にしてる感じで。あ、そうなんだ。そう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 、あ、そこそこ、それは悪かったわ、はい。
茶谷さんとできてる。できてるんじゃないで、パコパコ、はい、どうだったの、オフパコは。オープンなんだ。よかったっす。よかったの、谷さん。はい、はい、オープンなので生中出し物件ですね。あ、生で中出し。生中出し物件。あ、そうなんだ、はい、あ、体も、お互いに体目的すごいね。ウィンウィンじゃん。そうなんだ。で、しかも放送でもうオープンだ。おー、で、家にも泊めて。泊めていただいて。あ、じゃあ、谷さんがやりたくなったら呼ばれる感じなの、その。いや、多分だから。お互いにやりたくなったら。その、ぴったしになったら、そういうこと。今日3日ぐらい泊まんないみたいな。そういうことなんですよ、ね。いや、だけど、だから、まあ、ちょっと喋ってて、あまり頻繁に会うと、やっぱお互い飽きちゃうよね、つって。あ、いや、すごいじゃん。いや、そういう、おぉ、すごいね。やっぱり、マンネリ化すると。そうそう。新鮮で、いいセックスしたいと。そうそうそう。だって、やっぱ月1ぐらいがちょうどいいんじゃないか。すごいじゃん、はい、月1じゃ谷さんと会ってパコるんだ。パコる。おお。で、谷さんもそれがいいと思ってるし、はい、石野もいいと思ってる、はい、あ、ウィンウィンだね。ウィンウィン。よかったな。あ、すごいね、はい、へえ。いや、でもセフレでしょ。そういうことになるんですね。はあ、どうせやるなら気持ちよいんですって。やばいね、ほんと。すごいね。わあ、すごいな。いや、セフレでもそのオープンなんつうの、その著作権放棄みたいな考え方。私肖像権いらないよっていう、その谷さんの姿勢、そのあ、いいのいいのみたいな。動物保護団体の埼玉支部代表なの。いや違う、だから、俺めっちゃ笑ったのが、ゲスさん来てくれたじゃないですか。ゲスさんって誰？ゲスの助さん。あの、そう、ゲスの助さん。お、覚えてますよね。分かっ、え、いつ？ゲスの助さんですよ。あの、ちょっとイケメンの人っすよ。あの、俺の真似。あ、はいはい、思い出した。はい。ゲスさん来てくれて、だからもう俺に、うん、その、リスナーが遠くから会いに来るっていうことがもう結構謎な出来事じゃないですか。まあ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 、はい、はい。ね、それが例えば、可愛いとかさ、イケメンとかさ、はいはい、そういうのがあったら、あ、わかるわってなるけど、うん、西野康介になんで大阪から会いに来るのっていう謎、クエスチョンマークじゃないですか、うん。そうすると人間で納得しようとするじゃないですか。わからないことに対して納得しようとする働きがあるじゃないですか。うんうん、でそこで和道さんが、俺がめっちゃ笑ったのが、うん、和道さんが真顔でゲスさんに、うん、え、ゲスさんって動物愛護団体の方なんですか。そんなこと言ったんだっていうふうに聞いたんですよ。で、それがめっちゃ笑ったって話をしてて、わけで盛り上がってて、っていうことっす。ああ、なるほど、ギャグなんだ。そうそうそう、俺がそれを覚えてないわ。覚えてない。自分が自分で言ったボケは。動物保護団体の方ですかつって、めっちゃ真顔で聞いてて。まあ、なるほどね。うん、結構あるんだよ。そうすると合点がいくっていう。ああ、なるほどねっていう。なるほど。鳩に餌あげてるおっちゃんねっていう。なるほど。そういうことねっていう。なるほど。石野にセックスを与えてるから。そうそうそう。はあ。で、なるほど、なるほど。そうそうそう。はあ。谷さんの人生楽しそうだね。楽しい。楽しいでしょ、この人。だけど、まあ、いろいろちょっと、まあ、きついこともあったみたいですけどね。ああ。いや、谷さんはすごいね。まあまあいいんじゃない。でもお互い気持ちいいセックスがしたい、気持ちよかった、新鮮なセックスがしたいから月1回会おう、うん、いやでも本来そういうもんだと思うよ。いや私も食いたいのでウィンウィン、ウィンウィンでしょ。いやだけどなんかその、うん、セックスだけ分けちゃう人っているじゃないですか。何セックスだけ分ける。例えば俺なんか、例えばギター楽しいじゃないですか。はい、楽しいです、はい、とか気持ちいいとか音楽、はいはいはい、音楽が気持ちいいとか、そうだね、飯食ってうまい、うまい、気持ちいいとかっていうのと、うん、おちんちんが気持ちいいっていうのって俺同じだと思ってて。まあまあまあ一緒だろう、ね、なんでおちんちんだけ分けちゃうんだろうなと思って。だから隠してるからしょ。隠してますもんね。そう、うん、いやね、ね、お墓と同じ理論だと思ってるよ俺。生まれるのと死ぬのは同じ原理なんだ。怖えんだよ。そっかそっかそっか、そうそうそう、そっかそっかそっか。要は異世界なんだよ子供ができるって。どんな人でもみんな子供が生まれるのにセックスしたら、生まれたら死ぬのに当たり前の日常なのに隠してきたじゃん社会っていうのは、うん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 、非日常にしたから、うんうん、だからその隠さなきゃいけないんだよ。あ、うん、だから
死が怖くないっていうのは誰とでもセックスできるってことだよ。愛がある。俺ね、愛イコールセックスではないと思ってる。その愛情、例えば愛がなくてもセックスってできるんだよ。全然。だから、その愛とセックスを結びつけて教えてんのが間違いだと思ってて。いや、だから、その、だ同じじゃんって、うん。耳が気持ちいい、音楽が気持ちいいのと、うん、うまいもん食って美味しくて気持ちいいのと、なんでおちんちん、うん、おちんちん分けちゃうんだろうな。おちんちんもね、一緒でいいと思うんですよ。だから、オナニー、オナニー、オナニーの大会とかセックスの大会作ればいいんだ。マジな話。大会 K1 みたいな感じで、リングイン、リングイン、ベッドイン、ファイで、大会審判とか、KO とか、判定、何分何秒、TKO、TKO 勝ちみたいなので、ブレイクとかあるんですか？そう、ブレイク、ブレイクとか、やりすぎ。反則とかもあるの、やっぱり。反則もあるんだ。そう。肘がダメとか。肘がダメ。バッティングとか、あんまり強く噛まないで。それマウスピースつけるんですか？いやいや、セックスするだけだから。つけない。リングの上で。で、そう。で、世界一決めると。あ、そうなったら、石野の言う世界が待ってることなんじゃないの？あ、うん、S1 ですね。S1。S1 グランプリ。S1 グランプリ。うん、ビッチとかやりちんとか。あ、っていうか、あの、じゃあ、全員やりまんやりちんじゃないの？全員やりまん。全員やりたいでしょ。やりたい。ちょっと歯磨いてくるわ。ごめんなさい。ちょ、頼んだよ、はい、トークつないでよ。あー、つなげるかな。つないで、つなげるかな。なんちゃん食べんの。お母さんホームレス新聞15作ってるね、40部。そう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 。いや、だから、うん、なんで分けちゃうんだろうなと思って、おちんちんだけ。うん、もっとおちんちん出してこうぜっていうふうに思うんですよね、個人的には。うん、浮気がムカつくから。あー、なるほどな。はあ、ははあ、浮気がムカつくからか。人間独占欲の塊だから他の人とやるのが嫌なんですよ、きっと。なるほどっすね。なるほど。その辺のプライドとか倫理は理解。いや、もっとなんかオープンで、なんかフリーでいいと思うんですけどね、僕は。今日のリスナーは桃色。あ、俺桃色さんって知らないわ。配信全然見てないから。うん、あのシンプルでいいと思う、もっと。あ、避妊とか病気とかね。人間は知性持った動物でしかないのに、変なところで常識とか持ってくる。近親相関はどうお考えですか？近親相関気持ち悪いっす。セックスって深いよね。深いっすね。あ、でもいいセックスパートナー見つかったの、いいね。はい、よかったです。よかったね。はい、うん、夢は叶うんだよ。諦めなければディズニーだよ。ウォルトディズニーだよ。ですね。叶わない夢なんてないんだよ。夢は逃げない。夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。いつも自分だ。うん、避妊の問題、病気。いや、じゃあ、だから、いいセックスって、その、やりたい人とやりたい人がやればいいと思ってるね。やり方じゃないと思ってる。うん。だ、誰とやるのかでしょ。おー、深いね。深いね。オープン、シンプル。そう、もっとなんか思いますよね、うん、いろんなことに対して。何、例えば。
単純でいいのになって、まあ例えばってちょっと、うん、難しいですけど、うんうん、もっと簡単で単純でいいのになぁ。例えば例えばだから俺に対して、まあさっきもう出ましたけど、うん、俺に対して働けでも、うん、うん、うんぬんかんでいらないよって、うん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 、ムカつく、だから働けでいいのにな。いや、いや本当にそうだと思う、うんうん、気に入らないから働け、うん、なんで気に入らないかはよくわからないでいいと思うけど、うん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 、でもさ、もうじゃあそれを言われたらさ、お前のためになんで働かないといけないんだよと思わない？思う思う、うんうん、そう思う、うん、っていうか俺ね、そもそもなんだけど、俺は働くこと別に悪いことだと思ってないんだけど、思うな、だけど、うん、どうだよ、うん、働けっていう人とか親とかって働くこと罰ゲームみたいに言うじゃん、社会とか世間とか多くの人が。なんかその風潮おかしくない？働くこと罰ゲームなのみたいな。違いますよね、うん、やりたいことやれよって。そう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 、うん、いや働けじゃなくてやりたいことやれよって言えばいいっていう、うん、君、あ、例えばさ、ナゾタンさんさ、あの言い方の問題だと思うんだけど、俺は和道さんとやりたいって言われたら嬉しいけどね、男として。あ、嬉しい嬉しい。だから女の人、まあやりたいって言われたら、このナゾタンの問題はまた複雑だからあれだけど、それで断られたらまあしょうがないかってなるのが普通だけど、やりたいって言われたら俺は嬉しいけど、ね、嬉しいっすね、うん、でそれ魅力的ってことだ。そういうことですもんね。だよね、うん、ごめんね、うん、いやナゾタンは今デリケートな問題だからおいしいとかとは違うと思う、うん、いやもう俺ヒッピーのフリーセックスの思想はよくわかんねえわ。わかんないですか？誰とでもセックスしようっていうのが、なんか それはただ反対側を言ってるだけなんじゃないのっていう感じがするの。わかる？プラスがあったら私たちプラスに反対だからマイナスを無理してやってる。それはダサいと思う。結構元気いいな。いや嬉しいですね。極論かな。うん、あ、まあまあそうだよね。医師担当もね。ストーンフィールド担当もやるよね、うん、いやまあその俺の友人の言葉なんだけど、まあ息が吸えて衣食住が整って飯が食えてプラスアルファパートナー、要は恋人がいたら、これ以上の幸せってないよねっていう。それ以外に幸せなんかないのに、金だとか家だとか車だとか時計だとかフォロワーがとかくだらないよねっていうか、その本質的じゃないっていう。衣食住があって飯食う。今思ったんですけど、和道さんこれに似てますよね。これ俺似てる？似てる似てる。俺俺の顔に。いや俺今横顔見て思ったんです。和道さんこれに似てますよ。二つあると思ったんですよ。いや俺がわしっぱなだからでしょ、それ。鼻の形がわしっぽい。そういうことかな。二、うん、人いるって思ったんですよ。なんか食べた薬かなんか変な錠剤とか飲んでる。そばそばそばドービング。そばそばでブリってそばはいそばはい。アクセサリー主に似るんだ。うん。まあね、似てる？これ。似てる似てる。俺っぽい。うん、これめっちゃ叩かれるんだよね、なんか。いや、それ大事にした方がいいっすよ。似てるもん。あ、これリスナーさんから最近送られてきたんだよ、これ。石？石、パーソン。すげえ気に入ってんだけど。なんか、その、比叡山延暦寺で、その、漱石を持ってる女の尼さんで、結構、その、ちゃんとやってる人なんだけど、わざわざ、ちゃんと作ってくれたの。リスナーに尼さんいるんですか？いや、尼さんいるの。そってで、ちょっと面白かったのが、いや、そってはいないと思うけど、まあ、本当のお坊さんなのよ。ただ、なんで、
絡みができたかというと、お坊さんから悩み相談突が来た。それ面白くない？面白い。逆でしょ？逆ですよ。で、すごい良くしてくれてて、あの、和道さんの金運とか、和道さんの成功運上がるようにって、なんか意味を一個一個手紙も添えて。お坊さん向いてないっしょ。やばいやばい、嬉しいじゃん。そういうこと言わないの、坊さん向いてないとか。その人のリスナーさん坊さん向いてないはディスりすぎだろ。坊さん向いて、だって坊さんってもっと達観した人間がなるもんでしょ。だからまだ悟ってはいないの。警察官とかになった方がいいと思うんだよ。向いてねえから絶対。うん、女性の人は甘さんなんだけどね。うん、うん、念がこもってるの怖い。いや、嬉しいけどな。しかもちゃんと四重が掘ってあって。四重ってなんすか？あの、玄武、白虎、朱雀、なんだ、玄武、白虎、朱雀、中国の神様かな。四重って有名でしょ。あと竜だよ。玄武、白虎、朱雀、白竜か。うん、うん、いや、和藤さんと心ちゃんとテトリスは対戦しないですね、僕は。うん、のんちゃんに指輪ももらったの、すごい嬉しかったよ。青龍、うん、だ、青龍。あ、悠々白書にも出てくるな、敵で。え、ぬるくさん、指輪どんなんすか？あの、バラ、水晶をバラで掘ってるパワーストーンの指輪。へぇ、うん、あ、ごめんなさい、お食事中にごめんなさい、すいません。うん、ありがとうございます。朱雀、青龍、白虎、玄武。あー、こういう感じなんだ。そう。すごいよね、のんちゃんの分まで。いや、俺嬉しいなと思って。しかもね、多分俺が赤好きだから、赤いそのトラメのね、一心してくれてんだよ。これも分かるんだよ、なんで赤なのかって。俺が赤好きだから。こういうの嬉しいね。いいっすね。うん、そういうのあるんだ。うん、なんか俺ないな。アクセサリーとかつけないよね。つけない。なに、気に入ったのとかないの？なんかブランドとか。わかんない。アクセサリー全然わかんない。わかんない。わかんない。俺ジャラジャラにしたいタイプ。ジャラジャラ。もうこっからここまでブレスレット。いや、本当に本当に。もうそれで長袖に。長袖になっちゃうぐらい。しちゃうみたいな。だからちょっと重たいから、若干こう肩がこうなってる感じ。ああ、なるほどなるほど。重。そう、右肩上がりでいきたいよね、やっぱり。うん、俺そういうのないっすね。え、なんか、その、ハマったものとか、なんか、コレクション的な。ミニマリストなの？なんか、ミニマリスト、いいなって思います。なんか、簡単で。おー。うん、でも、大変じゃない？大変。大変だよね、あれ。だから俺、家ない。あ、まあ、あるけど、家が段ボールに。うん、そうそう。え、所有物、今、段ボールの家と、寝袋？寝袋。枕あんの？枕ないんだ。これを枕にして。あ、服が枕兼用なんだ。そう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 。で、あとはだから何所有？着替えぐらい。着替え、あとはまあ機材、機材か、あとはちょっとしたもの。あ、うん、俺の理想はバッテリーとか全部体につけたいの。ロボコップ、ロボコップみたいな。だからこういうのをさ、こういっぱい入るやつなんだ、ポケット。職人さんとかのこういうポケットあるんだ。工具とか入る、あれ。だからすっげえ憧れんの。理想は、そう、両手がこう使えて、全部、その、なんつうの。両手がフリーな状態全部を身につけて歩きたいの。うん。え、わかんない？この感覚。わかる。わかるでしょ？いや、中学生の会話みたいだけど。うん。ミニマリストっていうのは何も持たない人。だから服とかも3着とかしか持ってなくて、机とかも持ってないみたいな。な、もう、だから金梅さんの部屋みたいな。多分金梅さんミニマリストなんだよね。うん。わかるよね。だからポケットの数が足りないんだよね、どう考えても。うん。なんちゃん元気。いや、リーバイスよかったよ。あの、3万するの買って。今、洗って干してるけど、昨日洗って。1ヶ月に1回洗ってんの。手で洗う？手で、あの、洗剤つけないと、ぬるま湯だけでもう、すげえいいな。やっぱいいものはいいな。そうですか。持つ。うん。
厚りの時のベストっていうかね、要するにあれ腰袋でしょ、腰、そう腰袋のかっこいいやつね、うん、あのダッサいのやだから、うん、まあ俺のね身付けのダッサいって言われるの、あそれこそだからヘルスとかで腰袋、あだからそうあれの赤のここのベルトをいっぱい欲しいのそう、まあ、美容師さんとかだったらハサミとかシザーケースつけてますよね、うん、そう、あそうそうそう、うん、だから美容師さん羨ましいと思うのこれ、そうわそうなんだよ、いや衣装にはリーバイスあげらんねえわ、衣装っていうかこれなんだっけ、いいの着てるよね、カーハート、カーハート、カーハート、衣装はもうジーパン決まってるからカーハートのこれしか着ないんだ、これ2万だっけ3万だっけ、いや1万円もしないと8000、7、8000ぐらい、はい、ああどうなんだろうな、だ俺もそう思う、もともとは、うん、違くねっていう、だからなんか貧乏な人がなんか理由付けみたいな感じでかっこよく使ってたりとかするけど、うん、俺ももともとはこっちだと思うんですね、あもうすげえところに住んでて、うん、俺は物に囲まれていきたいのですよね、うん、こういうコレクションだから綺麗に飾らないとかっこ悪いんだけど、わかるわかるわかる、所ジョージみたいな、わかるわかるわかる、そうごっちゃごちゃな部屋が好きなのね、だから俺は秘密基地みたいにしたい、うん、これつまみとこの秘密基地感ですよね、そう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 いうこと、そういうこと、だから本当はモニターとかもこう、こうウィーンってアームとかでこうマルチモニターでこう動かせるタイプのみたいなさ、うん、株やる人のそう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 もうすごいそう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 、ああいうのに憧れる、そうだから何をコレクションしてたのかとか気になるんだよね、あんまり物にコレクションとかないないんだ、じゃあミニマリストでしょ多分気質的に、うん、服って言ってたもんね唯一好きなのは、のんちゃんの部屋がもう汚ねんだよ、汚いんだやばいよ、何本とか CD とか、じゃあ聞いて、もう付き合った時に、うん、のんちゃんの部屋いかい、ね、お邪魔させてよって言ったら、うん、いや私の部屋汚いのって女の子言うじゃん、うん、あそうなんだっつって、何ヶ月経っても言うのよ、うん、でもさすがに半年ぐらい付き合ってるから1回ぐらい部屋入れてよっつって、汚いよ汚いよって言って、まあまあ汚いっつってもね女の人だから、うん、まあまあ汚いっつってもちょっと散らかってるでしょみたいな感じかなと思って、うん、汚ねえのマジで、ゴミ屋敷、ゴミ屋敷なの、よっさんの家より汚ねえの、びっくりした、もう犬の糞とかこびりついてんの床に、もう毛とか猫が3匹いてみたいな、片付け、もう重臭、獣の匂いがしてやべえ、本当に片付けができない、できないもんさ、そう、いやもうこんなに汚い部屋を初めて見たわっていうぐらい汚いすごかった、不思議ですね、だけど料理はできる、だって段取り組めない人間、うん、料理絶対できないでしょ、ああ確かに、で片付けながらやって、まず最初にこれをやってとかって、うん、パッパッパッと考えられない人間料理できないですよね、確かに、うん、なんで部屋だけそうなりゃなんだろうね、そういう作品っていうことではない、わかんない作品アート、アート、あでもねなんかね変なの、のんちゃんの部屋ってなんか普通女の人があるのって服とか鏡とか化粧道具とかじゃん、うん、そういうものじゃないの、なんかもう芸術なんつうの、なんて言えばいいんだろう、粘土とかノコギリとかノコギリとかなんかタトゥーマシンとかなんか、のんちゃん目自分でタトゥー入れてんだよこれ、アイラインですか、アイラインタトゥーマシン持ってから何に使ったのって言ったら、のんちゃんがウィーンっつって目にタトゥー入れたっつって、ぶっ飛んでるでしょ、え、アイライン、え、ノルコさん、自分で入れたの、アイラインどうなってんすか、でも、消えちゃってるから消えちゃってるから分かんない、いやいやいや、結構雑なのよ、ぶっ飛んでるでしょ、壊れてますね、壊れてる、ノルコさんはで、だってあのあれでしょ、なんか高いところから配信してましたよね、あとだから飛び降り配信だよ、金玉ヒュンってなるよね、あれ、え、あとミュウツーボッコボコにしたの知ってる、手折れてたんだよ、なんかそれ、なんでミュウツーをボコボコにしたんすか、ずっと3ヶ月間俺のことディスってたの、ディスってましたよね、うん、ぶち切れた、俺のこと世界で一番好きだから、うん、
てめえっつって素手で素手でだからぐちゃぐちゃになっちゃったんだよミーコープス。え、ミーツもやられっぱなしだった。そうだよ。え、動画で見てないの爆笑するよ。見てない見る。あるかな、残ってるかな。で何、手首にヒリが入ってる。いやいや、ワイヤーでもうぐちゃぐちゃだって、こぶし。やっと治ったんだ。今ワイヤー抜けて。マジで。オロチドッポの手みたいになってたんだ。バキ。バキ。空手家の手だったよ。88発、うん、それ警察さんにならなかったんですか。いや、泣き寝入りだよね、だから。いや、もうマジ腹抱えて笑ったよ、俺。いや、それを周りに配信者がな、ちょっと待ってね。これが、その配信者の視点なんだけど、普通に配信やってたの、この子が。アキラッパ、アキラッパ、アキラッパが配信やってたら、あ、来たってなってるわけよ今、うん、あ、のりこ来たってなってる、うんうん、で、こっからぼっこ10分間ぐらいもう88発分あ、顔殴ってる顔殴ってる顔殴ってるで、拳粉砕ですよ。あ、本当だ、アッパーアッパーいいアッパー打つよねなかなかいいアッパー打つよね、のんちゃんね。うん、吐きそうになった、うん、大丈夫、うん、いいアッパーだよもうボディ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 ケリーローケリーローローロー、うん、ローあ、ブーツだから痛そうだな。痛かっただろうね、うん、だって紫色になってたもん。バジンバジン言ってたよ。そうそう、いや、のんちゃん強いよ。のんちゃんの蹴り結構重たいから、結構腰入ってんだよ。のんちゃんすごいよね。うん。なかなかすごいよね、これ。うん、ミュージーやられてんだ、ずっと。やられてる、ずっと。うん。まあ、こういう事件があったんだよね。うん。で、のんちゃんは拳をクラッシュしたと。怖いな。のんちゃん怖いよ。人を怒らせちゃいけないってことですね。いやー、のんちゃんだけは怒らせたらダメだよ。のりこさん殺しちゃダメですね。あ、怖いよ。のんちゃん捨て頃出ないよ。起訴されてないでしょ、警察にも行ってないでしょ、うん、相手にされないでしょ、警察、うん、警察に行って何なんだよって相手にされないよ、こんなの、うん、いや、てか、吐きそうになったって大丈夫？もう分かんないけど、突然人間って吐き気も催します。もう催す登録できた、うん、何が何が登録、あの今の動画を登録したんでしょ。お気に入りに登録したん。あ、本当に俺のチャンネルも登録してね、谷さん YouTube、うん、いや別にあんまこだわってねえわこだわってねえわ、うん、楽しく配信がしたいだけだわ、うん、なんかだからその閲覧がリスマンがとかも知らねえわ、うん、普通にやりたい、うんうん、見たくない顔だね、ミュウツーの顔、うん、あー、でも人生は面白いよね。人生面白いっすか。面白いじゃん。楽しめてないな、最高。でも谷さんとのセックスは楽しみなんでしょ。楽しみ、いや、あるじゃん。あ、そっか、うん、だから、ないって決めつけてるから見えなくなってるだけだと思うよ。見えなくなってんのか。うん。
だってちょっとそろそろかなみたいな楽しみあるでしょ。あるあるある、あるでしょ。ちょっと谷さんそろそろなんじゃないのみたいな。来月が楽しいですよ。来月が、うん、でしょ。それ楽しいでしょ。これ植物なんですか。植物これ、はい、アワ、アワ、あ、エタヒニンが食ってたやつだ。そうだよ。あ、のんちゃん、そこにアワある。うん、あ、食いたいっすよ。食うの。これじゃなくて、それそれそれ、これ鳥用で、これアワでしょ。アワって書いてある。スティックミレット、裏にアワとか麦とか、アワの方、アワの方だから、そう、アワだよこれ。一個いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。アワ食い、ペット用のアワ食いてえってやつ初めて見たけど、どんな匂いだ。ああ、なんか獣の匂いしない。獣の匂いがするの。うん、これが泡だ。え、相馬行くの。殻とか取らない。何、どんな味するの。きびだんご、なんだろうな。きびだんごって泡じゃなかったっけ。まずくない、まずくない。嘘、うん、え、このまま食えんの。うん、なん食えるかどうか知らないけど、まあ、鳥が食ってんだから食えるでしょ。ちょっと行ってみるわ、うん、俺も。まずくない。合わない。ごまっぽい。まずくないっすよね。うん、食える。ごまいけるね。うん、うん、ごま、うん、なんか、まあ、ご、うん、なんか知ってる味なんだよな。うん、知ってる。なんかお餅の、うん、和菓子だ。和菓子のなんかだよね。なんだろうこれ、和菓子のなんかだよね。あ、きなこ棒みたいな。うーん、違う。なんだこの味。なんか知ってる味なんだ。知ってる味だね。なんだこれ。どっかで食ったことある味だこれ。絶対ある。なんだ、例えばなんか和菓子系だよな絶対。うん、分かった。あの白いさ、パサパサのやつ、あの和菓子の固まってる硬いあれだ、米の集合体でしょ。そう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 、あのパス雷おこしではない。雷おこしじゃない。あの落雁。え、落雁、落雁っていうのが名前を知らないんだよな。米が固まってる集合体になってるでしょ。じゃなくて真っ白のやつだよ、パッサパサのあれが。そうそうそう、砂糖の塊っぽいやつ。これに砂糖入れるとこの味。砂糖の塊になってんのはあれでしょ。うん、なんだっけ。ありがとう、のんちゃん。落雁。落雁っていうの。まあうまいわ。落雁で調べると出てくる。これ食える。落雁って泡でできてるか調べてくんね、誰か。泡じゃないかな。なんかそれの味に近い気がする。なんか和菓子っぽい味。普通にうまいわ。生で食ったけど大丈夫かな。これ、それ、俺はそれだと思う。備えてあるやつじゃない。何？あの仏壇とかに備えてありませんか。そうそうそう。まあ五穀だもんね。うまかったわ。ただ主食にしてうまいかどうかは別問題として、だこれ多分なんか料理人とかだったら多分これうまくできるよ、ね、を米とかに混ぜて、うん、で炊いたりとか。いや五穀米の原理泡入ってるでしょ。そうか、じゃあ別にもう理にかなってるっていう。ペコ、うん、泡美味しいの。ペコ、ペコはね、泡を食ってるとかおもちゃにしてる感じだね。おもちゃにしてる、うん。ああ楽しいのか。 100% 落雁 100% 砂糖なんだ。米などから作った。でんぷんと米。でんぷんと米。あ、でんぷんと砂糖。何の味だろう。どっかで食ったことあるよね。でももっと多分何かがあるはず。食えるわ。でも和菓子っぽい味、香りが。なんだろうな。
泡。でも栄養価高いよね多分。でもさ俺さ麦飯まずいみたいな風潮あるじゃん刑務所とかの。絶対うまくない。いやあのねだから結局ね、うん、トイレの前で、そうトイレの近くで食ってるからまずく感じるだけだよね。臭い飯ってあれ嘘ですよだよね。だって俺の母親が作る麻婆茄子より、うんうん、千葉拘置所で食った麻婆茄子の方がうまかったうん、うん、だから雰囲気の問題ってことだよね多分。うまって思ったの、うん、母親超えちゃってんの千葉刑務所千葉刑務所石野家超えちゃってんの。超えでもよくよく考えたらずーっとさ作ってるわけだ。炊事やってるわけだ。そう職人でしょ。職人だよね3年間だって炊事工場つった。あ大丈夫大丈夫。そううまくなるに決まってるよね。しかも蓄積されてくんだもんね レシピとか。そう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 、で食い物しか娯楽ないから命かけるもんねやつら。簡単な話が飲食店に3年勤めたのと一緒でしょ。まあそうだよね。まあ飲食の方がもっとレベル高いと思うけど、うん、それはうまくなるよね。フォローありがとう。給食とかとは、いやだからね、今になって思うと多分給食とかも結構クオリティの高い料理食ってたんだと思う。クオリティ高かったよ、うん、特に千葉うまかったよ。あ、そう、うん、千葉って美味しいんだ。成田の給食良かったよ。あ、良かったですか。うまかった。揚げパン大好きだったけど。揚げパンうまかったね。ここは揚げパン、超美味しかった、うん、あれこれ増えてます。これなんバッファロー。バッファロー触ってみていいですか。いいよ。あれ熱くないですか。もしもーし。もしもし。もしもし。もしもし。うん。どうしたの。ちょっとそっちの状況知りたくて。そっちの状況って何。創価学会員多いですか。知らない、創価学会員多いかどうかは。そこはちなみに東京です。ここは東京だけど。東京のどこになります。東京の新宿だよ、俺が住んでるのは。新宿創価学会にたくさんいます。いや知らないって。知らない。うん、はい、分かりました。うん、なんで創価学会のことを知りたかったの。いやじゃけ多いかなと思って。いや東京多いでしょ。だって創価学会の本部あるの東京でしょ。うん、うん、え、どこにあるか知ってる。創価学会の本部信濃町。え、信濃町。そう、うん、うん、え、だけ人が多いかなと思って。人多いよ創価学会。創価学会員が多いかどうかわかんないけど、うん、うん、まあ分かったわ。はい、はい。なんかずっと創価学会の話してくるリスナーさんいるんだよ、うん、あーじゃあバレーニョ。それじゃねえわ、それじゃねえ。石野が言ってんのがそれのこと。うん、あーいや別に創価学会とかは別に
多いとか少ないとか全然関心がないかな。いやいや、創価学会ずっと入れとか公明党に選挙入れろずっと言ってるリスナーさん。気持ち悪いですね。いや、まあ気持ち悪いとは思わないけど、入らねえっつってんだから入らねえのにさ、ずっと言うってどういうことなんだろうみたいな。バカなんでしょ。うん、気持ち悪いんだよな。やってること気持ち悪くないですか。何が。すげえシンプルじゃないですか。何が。バンドとかさ、うん、かっこいいから売れるとかさ、うん、ダサいから人が集まらないとか。あ、そこで自分磨くんじゃなくて、うん、営業するっていう考え方が、はい、だから営業はダサいよね。ダサいダサいダサい、うん、すげえわかる。営業はダサい。ダサい、要はかっこよかったら人が集まるとか。そう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 っていう単純な話なのに、そうそうそう、そこで営業を始めるっていう。そうだから営業マンやってた時に言われたことが、売れないものを売るために必要な俺らはパーツだって教わった。要は本当にいいものなんか勝手に広まるんだから、俺らはゴミを売るのが仕事だってまず研修で言われた。だから死んだ猫を売れるようになったら俺らは一人前だって。そう、ペラだ、ペラペラ。そう、要はだから自分を売れってことだよ。ああ、ワドさん、うん、ワドさんだったら買うよ。そう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。だからそのぶっちゃけドコモショップとか日本全国どこでもいいわけじゃん。でも大体の人は家から近いからってことじゃん、うんうん、だけどドコモショップの店員が1回でも態度悪かったら、遠くてもちょっと遠くても他のとこ行くじゃんっていう。そう、あ、そうだよね。かっこいいやつになるのが本質的だと思うんだよね。そう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 、うん、じゃあギターを練習しよう、うんうんうん、ね、ドラム練習してもっと曲のクオリティ上げようぜじゃなくて、そう、営業を始めるっていう。営業はダメだよね、やっぱ。気持ち悪い。俺ね、だからフォローバックやめたんだよ。あ、やっと気づいた、うん、要はさ、前のツイッターのアカウント1万5000人いたの、うん、で今1500人ぐらいの、うん、ってことは10倍開きがあるわけじゃん、うん、でも内容としては本当に応援してくれる人1500人しかいなかったって分かったの、うん、その1万5000人、うん、10分の1しかいねえじゃんっていう。だからあの他のやつらはフォローバックが欲しかっただけだっていう、うんだから嫌いなの俺、その宗教、営業、宗教とか、うん、そう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 、まあ、ダメだよ、お前の宗教がダサいだけだよっていう、うん、いや本当にそうだと思う。ドラゴンアッシュは勝手に売れっから、うん、ニルバーナは勝手に売れるよっていう、うん、だから広めてこいって言われたら疑った方がいいよね。面白いやつほっとくわけがないもんね、こんなに面白くない世の中で。そうっすよね。まあだけど、うん、多分面白くて売れないとかも多分あるんですけど、うん、かっこよくて売れないとか上手くて売れないとかあるけど、うん、あるけど本質は違うよねっていう。かわいいだ。かわいいでしょ。かわいい、うん、そうなんだよね。あとグッズの売れ行きはどうですか。グッズ止まったね。止まっちゃった、うん、止まったけど、まあだから買う人が全員買ったんじゃないかなみたいな。あ、じゃあ多分次、次だね。次だ。シルバーアクセ作りたいんだよね今、オリジナルの。要はもうシールとかじゃなくてがっつり金かけて俺がかっこいいと思うものいいですね、を俺が身につけるものを売りたい、うん、要は一緒のものつけようぜっていう。シドチェーンみたいな、なんだっけ、シドビシャスのね、シドチェーン、南京錠チェーン、そう、シドチェーン。今 T シャツかなとか思ってるんだよね。全部これにしてるから無地ですよね。無地だから俺がデザインするかデザイナーに頼んで俺がこれだって思うものを売る。なんかワンポイントみたいな感じ。いや、ワンポイントじゃないよね。がっつり入れたいね。もうフォントをガツガツ入れたい感じ。あ、うん、俺が気に入った言葉を。いや、そう、最近結構日本語来てるから。最近結構日本語来てます、来てます。アディダスとかカタカナでアディダス、アディダス、アディダス、アディダスオリジナルス、アディダスオリジナルス、カタカナ。お、外人が来てんの。いや普通に売ってますよ、日本人が来てるとか。アーペーセーとか、アーペーセーって、
アーペセット、まあ、アーペセット、まあ、ブランド、カタカナとか、アディダスオリジナル、もうプリントバーッつって、日本語。あ、ミュウツーのことはミュウツーに聞いて、俺わかんねえわ、うん、日本語で、なんか言葉をブワーッと細かくもう入れていきたい。かっこいいかっこいい。俺それ同じこと考えたことあって、うん、好きな曲のリリック全部、うん、バーンみたいな、うん、っていうかもう物語になってってもいいと思ってるし、セリフでもいいし、いいっすよね。逆に言ったら俺の年表みたいなものを背中にブワーって1990何年ニコ生開始とか、いや俺詐欺逮捕とか、もうブワーとかヤフーニューストップとか、俺年表とかをブワーって書くとか。それ物語面白くないですか。物語なんでかって言ったら、俺留置所に入ってて超暇なんだよ、うん、服見てて物語に乗ったらめちゃめちゃ暇潰せんじゃん、うんうんうん、とか。でもそしたらじゃあ次回作とかあるわけですよ、ね、あるあるある。続きを買わないと分かんない、続きを分からないわけですよね。そう、そういうのはいいよね、留置所ね、うん、で背中は読んでもらったり、そうそうそう読めねえっつってちょっと読んでっつってでも俺、そのアウトローの人がタトゥー入れんの俺それだと思ってんだよね。そうなのかな、わかんないけど。わかんないか、うん。東京ディズニーランドってカタカナの T シャツ、へえ。あるあるある、あるんだ。両面プリントしたいんだよな。日本語かっこいいっすよ。日本語かっこいいよね。かっこいいかっこいい。うん、和道五六みたいな、うん。で、思うんだけど、やっぱ縦だよね。最後に笑ったのはいつだ。そうとか。まあ、横からこう書くのダメだよね。なんかこう。ダメっすか？いや、やっぱ日本語の文字の筆の走り方考えると、やっぱ縦で右から左に行かないとダメだなと思うよ。ベゾさんタトゥー、まあ、タトゥーアーティストだったからね、もともと。堀市だったからね。そう。服は作りて、服かアクセサリーだね、身につけるもの。あ、だからこれを、これを、まあボディはこれで、うん、ボディはこれでプリントを乗っけるみたいな。できんの？プリント乗っけるの。素材はこれいいんだよね。はい。いやだから、うん、なんか工場持ってけばわかんないけど、なんかできそうじゃないですか。なんか、できないのかな。三本線って書かれてる T シャツもある、公式で出してるかどうかもあると思うけど、うん、最近タツノ行きました？行ってない。だから俺炭水化物ダイエットやってね、今減量してるから。さっきそば食ってましたね。あ、そばはね、あの血糖値上がりづらいからまだマシなの。うん、米とかパンとか食ってない。あ、食わないな。おかずだけ。おかずとそばばっかり食ってる。おかずと、うんうん、あと低糖質パンとか。そんなのある、うん、ふざけ T シャツはダセーからな、うん、衣装はね、ヒゲ剃った方が俺もいいと思うね。ヒゲ似合わないっつうか。ヒゲ似合わないですよね、うん、ヒゲないのがかっこいいけど、まあね、家がねえからそういうこと言ってる状況じゃねえからな、うん。日本語間違ってるよね。あ、外人のそういうおかしな日本語のタトゥーありますよね。なんだっけ、あのブリトニー・スピアーズがミステリアスって意味を漢字で彫ってって言って、日本語なんて翻訳されたか知ってる？ミステリアスって彫ってほしい、怪しいとかになるじゃん。魅惑の実とかさ、魅了とかの実とか違うんだよ。変って書かれたえ、それ日本人が言ったんですか？いや違うでしょ。だから外人が、日本語わかんない外人が Google 翻訳とかでミステリアスって検索したら変って出てきたんでしょ。だから変って入ってんだよね。まあ変人だからいいんじゃない。
確かブリトニー・スピアーズだったと思うけど、ブリちゃんか、 どっかに入ってんのよ、ブリトニー。ブリトニーデビューした時可愛かったけどな。俺結構好きな系統の顔だわ。可愛いっすね。うん、頭悪い女嫌だな。頭悪いよ、あのね、うん、頭悪いのに、うん、賢いと思ってるやつ、あが嫌だ。あ、いやだけど俺頭悪い女は僕ダメだな、うん、自分が頭悪いから、うん、あのなんていうのかな、うん、ダメとダメでくっついたら破滅していくじゃないですか。でも自分一人でも破滅してるの。いやだからお母さんが必要なんですよ。あ、お母さんがくさびなんだ。そう、ママポが。ママポ。ママポが。だけどママポだと近親相姦になっちゃうんで。あ、なるほど。ママポにはパパポがいるから。いるからね。もうすでに。あ、すでにパパいるんで、そこに俺間割って入るわけいかないじゃないですか。恋人は欲しいの。セフレが、谷さんが一人いるわけじゃん。はい、今セフ、はい、セックスフレンドが、はい。それでいいの。ダメ。恋人はいらないの。恋人、あのお金をくれる人が欲しい。恋人、俺そんなこと聞いてない。はい、恋人はいるのかいらないか。恋人欲しいの。欲しいんだ。欲しい。で、さらに、スポンサーもいい。スポンサーも欲しい。スポンサーの方が欲しい。スポンサーの方が欲しい。なるほど。3つ欲しいんですよ。3つ欲しいんだ。でも別の人でいいじゃん。多分1人の人って考えてるじゃん。その、はいはい、恋人で、お金もくれてって。はい、別に作んないと。別で3人作ればいいんだ。そう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 。分散しないと。そうですね。だセックス担当は谷さん。谷さん。うん。で、経済。担当財務省と、あとはそう、あと淡い恋心みたいな、淡い恋心、なんかこうセックスはしないんだけ ど, しないんだけど手つないだりデートしたりする。あ、いいな。そうそう、分ければいいんだよ、分散していけば、うん、分散しよう、分散だ分散、うん、うんうん、あ、違います、呂布カルマです。そうですね、呂布カルマ、はい、織田信成じゃないです、呂布、呂布カルマさんです。フリースタイラー、ラッパーですね。ラッパーズ。恋人がサンタクロース。え、ションベン小僧、この人、うん、本当に置くの、この前置いてくれた。え、嘘、本当にションベン小僧さん、本当にこの人置いてくれた。え、俺の分は置いてくれんの。あ、じゃあ一緒に行って分けよっか、半分ずつ。ええー、それは悪いじゃん。この人が一種の2って言ってるわけだから。そうそうそうそ そう、俺らは全然走って取りに行くよね。そう、本当にこの人置いてくれた。あ、そうなんだ。へえー、すげえ。置いてもらおう、いいなよ、お願いしなよ。あ、そうです。今言ってんの。分けていいって、分けていいって。分けていいの。分けていいって。え、だ半分。探しに行く。探しに行く。半分で。ね、三人、三人、三人。いや、のんちゃんも、のんちゃんはいいでしょ。いいの分けて。財閥だもんな。でも、やっぱションベン小僧さんは石野のリスナーさんだから。いやだけど和藤さんのこと知ってる。嘘。俺のこと知ってんのこの人。じゃあ取り分は決めてもらおうよ。半々なのかって。そしたらこいつだって、あ、かごめんお前、そういうとこだよ。そうそうそう。お前のダメだとか、そういう、そう。こいつはダメだ。ごめんなさい。そしたら、和道さんが9とか言い出すから。いや、だから俺9でしょ。いや、違う。だから、半分でいいだろうが。いや、俺9っすよね。半分でいいだろうが。9でしょ。いや、あんだからよ。なんだ、9って。9、1。人間としても9対1。あ、ほら。遊び始めた。もうこういう風になっちゃうと、もうこう遊び始めるの、この子も。暇な金持ち。遊び始めた。見つけたやつが全部総取り。山手線徘徊バトルやる？徘徊バトル。やる？いや、もうそれは疲れ。いや、もう疲れ、疲れになってる。もうイライラ。いや、面白いのにね。うん。あー。そう、暇な金持ち。暇な金持ち。暇な金持ち。貴族の戯れだね。そう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 、貴族だから、お金持ってっから、あ、中野区に住んでっから。バカだよ、そういうところだろ。そういうところだっつうの、お前。うん、え、今から置いてく、え、俺ら探すの、山手通りのどっかに。探、それはだるいっしょ。え、宝探しみたいで面白くない？だからそこなん、捉え方なんだよ、遊びだって思うんだよ。楽しくない？楽しくない、うん、中野じゃねえよっつって。中野じゃねえか。私も探して全然いいよね、みんなでさ、うん、え、でも暇じゃん、どうせ。いや、暇だけど嫌なの。めんどくさい。めんどくさい、うん、普通に行って2人で分ければそれでいいじゃないですか。
だそういうのはこの人嫌なんですよ。つまんないから、うん、つまんねえっつって、うん、そうでこの人だってこの前掘って埋めとくとか言ってましたからね。あ、どっかに探せと地球のどっかに掘って埋めるからなとか言ってましたもん。でじゃあ振り込んでくださいよって言ったら嫌なんです。そう、それはつまらないっつって。俺自転車のカゴ、その前は自転車のカゴだったの。わかめの違う誰かわかんない自転車のカゴに山手通りのそう山手通りででわかめの袋に入って、わかめの袋に1万円入って、わかめの袋に1万円じゃない、小銭とアメリカドル札わずっとでしょ。要は使えないお金、そうアメリカドル紙幣とあとバイアグラとフリスク、うん、それいいじゃん、俺やりたい。ちょっと付き合ってよ。いや折半でいいから、どんな展開になるのか。いやこの人本当に起きますよ。やろうよ、面白いじゃん。あ、了解です。ションベンさんじゃあだからヒントはくれるんでしょ。ヒントっていうかこの前はもう完全に教えてくれたの、どこどこに赤い自転車が止まってるからって、うん、それも含めてなんかやる暇じゃん、どうせ、うん、ちょっとそれで、え、風呂は入ったの今日。入ってない。銭湯行かない。いいっすよ。ねえ、うん。いややろうよ。せっかくいただけるもん。楽しんだもんだけど。だけどね、うん、俺この前のサウナと水風呂で風邪ひいたの。ごめんな。健康になるはずのサウナで風。水風呂で風邪ひいた。風邪ひいちゃった。あ、今日はサウナはいいんや。サウナいいんだ。うん、俺サウナ入りたい。石野サウナ。好きだったのよ。嫌な思いしちゃったか、ごめんな。いや、大丈夫、うん、風邪ひいたのかそう、うん、なるほど。宝探し参加するリスナー、いや、全然いいけど、だって今、なんか多分近所に住んでるでしょ、多分。だって今から山手通り、だから山手通りだから、山手通りのだからどっかに住んでるでしょ。中野とか中野、渋谷、新宿がその、うん、界隈でしょ、うん、探しに行こうよ。ドラゴンボールみたいで楽しいじゃん。ドラゴンボールね、シンロン出てくるのかな、うん、だから1万円でこの願い叶えんだよ。ああ、なるほどね。まだ、いや俺もう金ない、今月やばい、本当にみんな頼むわ、花火名画でもいいけど、マジでちょっと今月やべえ。うん、今何位だって、つ石野より稼いでねえんじゃねえの俺。待って、見てみようか。ちょっと待って、今何位か見ます。ランキングはマンスリー、一緒何位か分かる自分で。見てない、下から見ていこうか。150位がムッシャンからね。石野サムネ卵だよね。一緒入ってねえな、入ってないね、入ってない。俺がどこいる、あ、俺111位、すげえな。下からだね、もう111位に落ちた。やばいっす、やばいっす、うん、ジョージア、ヨーロピアン、どうした、うん、あ、いいよ別に、俺は付き合えるよ全然。ただ俺にもよこせって言うと、いや、そりゃそうでしょ、俺も生活かかってるから分かるよなって言っといてよ。そう、だそうですってちょっと送っとく。そうだよ、30万稼いでないよ今月だから。メガホンのアイテムのせいでもうぐっちゃぐちゃになってんだよ今。半分いってるかいってないか、半分割ってると思ってください。もう今フワッチがダメになってんの。昔は7割ぐらい入ってきたのよ。あれさ、メガホン。メガホン、ほんと嫌だよね。いらないよね。いや、だからごまか、あれ、リスナーに対する詐欺だよね。リスナーは金もらえると思ってるじゃん。でも聞いたら、え、もらえないのって言うんだよ、リスナー。え、じゃあなんで私たち動画見てんの、ただポイントが上がるだけだよって。水増しじゃん。そう。ね。だからポイントさ、昔7割ぐらい入ったじゃん、マンスリーの。やったいいよ全然、ジョージア、ヨーロピアンの空き瓶に1万入れるわ、んで2個置いとる、どっちかに1万入れる、あ、それ面白いじゃん。ちょっと待って、ジョージア、ヨーロピアンの空き瓶が2つあると、はい、で選ぶんで俺らどっちにする、あ、でそれにしましょう、それにしよう、それで獲得した方が、
ゲットにしましょう。そこはもう男らしく、そうそうそう男らしく男らしく。それ面白くない？面白い面白い。面白いじゃんね。面白いじゃん。面白い面白い。いや、さすがだよ。で、じゃあ、二、うん、人でぶつかった時はじゃんけんで決めますか。じゃあ、俺も右って言って。ああ、なるほど、なるほど。右ってどっちも言ったら、じゃんけんで勝った方が好きな方や、うん。え、そこもう殺し合いで行くね。そしたら、武器ありで、殺し合い、男らしく。殺し合いにしちゃうと、うん、片っぽ死ぬじゃん。あ、そっかそっか、忘れてた。ごめんごめんごめん。そう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 。忘れてた。どっちかが死ぬから。あ、そうか。そうそうそう死ぬのは嫌だわ。そしたら、7年とか行く。そうだね。8年とか。8年それこそ千葉刑務所行っちゃうから。あ、そっかそっか。麻婆豆腐美味しいけどね。そう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 。あ、そっか。麻婆茄子ね。麻婆茄子。そうそうそっか。あー、言われて気づいたわ。それ面白いよね。ヨーロピアン。でもさ、ここで書いたら誰か近所のリスナー拾いに行くんじゃないのこれ。そしたらそしたで、まあちょっとじゃあとりあえず出ます。出ようか。え、のんちゃん外配信の機材ないんだけど、のんちゃんの携帯で配信したらダメ？いいよ。いい？じゃあ俺ら外に出るか。よし。じゃあ一回落ちまーす。携帯配信に切り替えまーす。お疲れ様でーす。ありがとうございます。宝探し行きまーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。